出張取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども、彼にかかれば行列のお店になる。徹夜も当たり前、原稿流し込み、片手には栄養ドリンク、必死で頑張ってる。視界はゆるゆる関西ウォーカー、それでも見てな、しっかりやるわ、ほんま頼むで。カン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 関西ウォーカー、いつもあなたのその心に伝えます、関西ウォーカー。追われて溜まってく領収書、考慮後はみんなで未明の飲んだくれ。火曜日の8時は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと盛りだくさん、関西ウォーカー、関西ウォーカー。 Wi-Fi ですか、参加します。はい、皆さん、始まりました関西ウォーカー TV、司会の関西ウォーカー編集部の赤林です、はい、今日はですね、いつものあのユーストスタジオ北浜からではなくですね、編集部から、最後の配信ということで、お送りしようと思ってます。最終回みたいに違うからね、はい、年内最後ですから早速あの今日のご意見番、編集長お願いします。まあ、ご意見番もクソも編集部の、はい、編集長玉木です、よろしくお願いします、はい、お願いします。で今日は、のテーマはですね、関西の重大ニュースを振り返るっていうテーマ で、うん、いいですね、2012年をですねみんなで振り返っていこうということで、はい、ゲストいろいろお招きしております。トップバッターはあの天王寺のニュースでおなじみの安倍の経済新聞のですね、はい、新庄さん、はい、新庄です、よろしくお願いします。ということです。で早速他にもですね、カメラ映ってませんがパーティーをこうやってますんで、いろんな人がちょっと乾杯をいろんな、はい、いろんな人というか、はい、まあ、みんなの経済新聞の人がほとんど、その他のエリアの人たちが、各エリアの方が今日大集合してるんですよね、はい、大集合してるんで、はい、ですね。で乾杯をしたいと思いますね。編集長なんか何に飲まれますか。あ、僕はゼロ角とかでしょ。はい、もう何でも、はい、何でも。新庄さんはどうですか。あ、手元になんかあるやつで、イエス。ゼロ角っていうのはですね、ゼロ角、これはあ、これで、はい、ゼロ角ってあのアルコールが入ってないですね。アルコール入ってない、アルコール入ってないですよ、はい、これじゃあ3D、まあ、最初からね酔っ払うとちょっと酔っ払ったらちょっと喋れないあれなんで、完全に入ってないですよこれ、はい、あ、すいません。もうこれでも兵士を初めて飲まれるんですよね。さっき1本飲みましたけど、はいはいはい、でもじゃあ皆さんお酒の用意、はい、できましたでしょうか、はい、飲み物、はい、いいですか、はい、さん、山村さんがまだだっていう。まだ全員入りました。はい、今日はね、あのワンボタンの山村さんも来てもらって、ワンボタンの山村さんから山村経済新聞が今日ありますからね、はいはい、じゃあ編集長、はい、乾杯堂、本当にあの本年いろいろありがとうございました。年内最後の関西ウォーカー TV ということで、はい、またあの新年あの蛇年、はい、よろスネークお願いしますということで、はい、では乾杯、乾杯、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。こちらも
映ってますはい、隣であのパーティーやってますんで。そうですね、すいません、ちょっとかなり緩い感じになってますけど、はい、はいはい、では早速ですね、はい、今日はあのたくさんゲスト盛りだくさんですね、うん、進めていきたいと思いますが、関西をですね、まあ、ニュースで振り返っていこうということ で、関西多くはいろんなニュース取り上げてますが、はい、まあ、やっぱり地元のニュースもですね、はい、いろいろ あったよということで、今日は各エリアのですね、あの関西のいろんなエリアのみんなの経済新聞の方に来ていただいてニュース紹介しています。これは楽しみですよね。はい、編集長的にこう重大ニュースっていうのを何かありましたら。今ですか。はい、関西ウォーカーの重大ニュースみたいなの。10個も言ってるとえらい大変なことになっちゃう。10代ってあの重い大きいなんで、あの、はい、1、2個でいいです。1、2個ですか。はい、そうですね、あの今年関西ウォーカーに関して言うと、あの季節ウォーカーっていう、あ、はいはい、を夏秋冬と出しまして、はい、まあ、おかげさまであの非常に、皆さん気に入っていただいてよかったなということですね。はい、で、まあ、関西岡 TV、それからニコニコもこうやって続けてきてますけども、はい、まあ、あの SNS もいろいろやってきましたが、まあ、いよいよあの Kindle も始まりましたんで、電子書籍の方ですね、そうですね、これをちょっといろいろ来年に向けて、はい、仕込んでいきたいなと、いうところでございます。はいはい、で関西ウォーカーはですね、今あの告知してありますと、あの年末年始号っていうのが発売しておりまして、これ年末年始号なんと、今回は別冊付録っていうのがついてて、初詣開運ブックっていうのがついてます。80何ページ4ページの、別冊付録、はい、これだけでももう売り物になるんじゃないかっていうぐらい、まあ、これにあのあれですよね、はい、あの初詣のスポットとか、そうですね、あのお守りとか、お守り特集、あと年間占いとか、はい、あの NMB48 の3人が、あ、そうですね、表紙になっていただいて、はい、表紙になっていただいてですね、インタビュー、はい、で、いつも好評のですね、伏見稲荷ですとか関西の五大あの有名な神社の攻略法とかも載ってますんで、はい、ぜひ、まあ、あのちょっとちっちゃいんで持ち運びも便利ということで、はい、そうですね、絶賛発売中ですので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、でこれで宣伝終わりましてじゃ早速本編に行きたいと思います。新庄さんからトップバッター、はいはい、新庄さんが、重大ニュースをまず発表していただける、はい、ということなんですけど、はい、まず1、どれからいきましょうか。そしたら、はい、どれでも大丈夫ですよ。なんか写真言っていただいたら、写真は用意してます。じゃん、はい、じゃん、出た。これ何ですか。あ、はい、そこに写ってます。はい、はい、あそこに写ってますんで。はい、あの安倍の橋ですね。はい、駅も上のあの近鉄さんがあの建設中の安倍のハルカス。安倍のハルカス、ね。近鉄安倍の橋駅ですね。はい、はい、が、まあ、あの日本一の高さ300メートル達したってですね。はい。はい、で安倍の経済新聞ではですね、あのこの安倍のハルカスにかなり注目しまして、名称の決定、ホテルの出店、うん、はい、あとはあの150メートルの半分に達してた、はい、200メートル、あとメディカルフロア の、まあ、あの入居、さまざまなニュースをあの提供してます、はいはい。それ2012年で。そうです、今年、今年かなりニュースがあったんですね、ハルカスに。はい、それで実際にその弊社あのニュース自体が、あの安倍のハルカスのニュース自体が、うん、あのヤフージャパンにも配信してるんですけども、はい、2回あのヤフージャパンのトップのトピックスに、あ、トピックスに、すごいですね、ヤフトピを取ったと。すごいですね、1日大会ヤフあのニュースというのは、はい、2、3000円配信して、その中から選ばれたという中ですね、はい、今年もじゃあヤフトピ、あの奈良の鹿との戦いですね。そうですね、はい、はいはい、はい、ただですね、あのかなりのニュースを発信したんですけども、ええ、あの肝心のですね、あの上等式っていう式典があったんですけども、はい、それに間違って呼ばれなかったっていうなんかオチがありました。はいはい、あんな近鉄さんとがっちりやってる、がっちりやってるのに忘れてたみたいでなんか肝心なんか抜けてしまったっていうです、ね、はい、ガリオ転生を書きましたね。はい、うん、これは2013年どうなるんですか。あ、2013年来年はですね、もうあのタワー館の方にあの安倍のハルカス、はい、近鉄本店と今の近鉄、ね、安倍の店が近鉄百貨店の今安倍の本店って言うんですけど、本店が、はい、あのもうあの、夏に先行する予定ですね。はい、はい、楽しみですね。楽しみです、本当に。これ大きなニュースですよね、本当に。これは大きいですね、安倍の、はい、これちなみにこれ天王寺公園から見てるんですか。あ、これ天王寺公園 の、 あの日本庭の慶太園から撮影して、ははは、ああの博物館の裏の住友家の庭ですね。そうなんです、はい、はい、そこの資料と今一般の人が入れる、はい、うん、な
るほどですね。シルエットが気に入っていますね、はい。なんか通天閣の人はうちから見るハルカスが一番いいって言ってましたよね。あ、通天閣ですか。はい、あの通天閣のあれの、あの、なんですかね、キャッチフレーズがですね、あの、安倍のハルカスが一番見渡せる場所ということで、はい、すごいですね、ハルカスを見るなら通天閣、通天閣でというのが、あの、来年の売りになってます。はい、はい、なるほどですね、はい、これ楽しみですね。楽しみです、はい。じゃ続きまして、はい、次画像あります、ね。あ、来た。これ筋肉マンですね。はい、今年はあの新世界とですね、通天閣が100、あの7月に100周年を迎えまして、はい、その、公式キャラクターにですね、筋肉マンが選ばれまして、はいはいはい、実際にその等身大のオブジェを制作しまして、はいはい、まあ、これと他にあのスパワールドではアシュラマンの等身大オブジェを作ったんです。実際これはもともとですね、あの、実はあの通天閣の本通り商店街に展示する予定だったんですけども、実際できてからですね、あの NG が出まして、警察から、はいはい、実際は展示、なんで警察から、あの、なんかそのブロンズ状じゃないと、なんかそのいたずらされたりとか、あ、ブロンズ、ブロンズでもいたずらされると思いますけどね。ブロンズだとなんかその火事にならないとか、波平さんの髪の毛が抜かれて困るみたいなのありましたもんね。そうなんです、はい、で実際そのできたんですけども、あのなかなか展示が意外としてなくて、もうなおかつ実はあのこの4体が並んでる写真っていうのは、はい、ほとんどこう唯一っぽいんですよ。なるほど、今バラバラですもんね。バラバラ、これは、できたばっかりの時に、もうできたばっかり、たまたま4体揃った、たまで4体揃えてもらいました。ほんの瞬間の写真でして、はい、貴重ですね。はい、貴重な写真です。昨日突然かなんかもようやく設置がなんか、あの実はあのそれもありまして、昨日からですね、あの一番右のテリーマンを新世界市場に置いたんです、ですよね、はい。実は新世界市場に持っていこうとしたのは、ウォーズマンだったんですよ。それが本当はウォーズマンだったと。シャッター、はい、まあ、高さが入らなかったと思ってたこれをテリーマンに変えたっていう、実は。もうむちゃくちゃディープな情報ですね、はい、すごいすごいですね。そういうことだったんですね、はい。テリーマンが、まあ、あの、はい、背が低いのとちょっと膝が曲がってるのでちょっと低めなんですね。ちょっとやっとなんかシャッターに入れたと、保管場所にっていうことですね。なんか意味があってテリーマンなのかと思ってましたね、うん、なんかそうですね、市場となんか関係があるのかな、市場 のなんかあの天井に当たらないのか、はい、なるほど、テリーマンだった。昨日からですから、ようやくね見れるようになったってことで。そうですね、あと、まあ、あの、うん、ーズ、ロビンマスクはですね、あの通天閣の本当に入り口にいますし、うん、はいはい、ありますね、はい。あと筋肉マンは、まあ、商店街 あのルナストリートというところにありまして、はい、あとボーズマンはあの今回はあの100周年イベントの、まあ、うんうん、で、まあ、はい、できたあの新世界にあの筋肉マンのショップ、マッスルショップができます。マッスルショップありますね、そこにボーズマン展示してます、はい。これはもうちょっとなんかスタンプラリーみたいに回らなきゃいけないですね、うん、そうですね、ですから、はい、まあ、来年ぐらいはちょっとこういったオブジェをまたなんか撮影会です、はい、なんかそういったものをやりたいなっていうのは思ってます。増やしてほしいですね、ラーメンマンとかね、うん、そうですね、筋肉マングレートとか僕増やしてほしいですね、逆にあの笠岡さんの方で寄付してもらったら、あ、なるほど、それある意味それはありなんですか。それはありです、協賛すれば、まあ、協賛作れ、じゃあもう大阪の我こそはという。そうですね、いや逆にブロンズ像を作ってほしいんですよね、そうしたら置けるんで。ああ、なるほど、ほんまそうですね、はい、なんかフィギュアで言うと外れみたいな感じしますからね、今ついてないとね、はい、そうですよね、まあでもあのこれはあの実はあの大阪あの新世界100周年という絡みではなくて、うん、あの2015年に、はい、あの天王寺動物園が100周年を迎えるんですよ。ですね、はい、いよいよ。ですからあの大阪市の事業としたら、うん、あの新世界&天王寺100年祭の一環なんですね、はい、うん、あ、なるほど。ですから2015年まで続く、はい、もうちょっとこう貯めて、はい、貯めて、はい、楽しみですね。楽しみです、わかりました。次はですね、もう一つありますよね。もっとないですね。あ、なかったでしたっけ。なかったですね。あ、これぐらい。あとちょっと新庄さん一つ、はい、個人的なあの今年の新庄ニュースを。はい、そうですね、楽しみにしてるのは次の27日にですね、今月ですか、はい、今月27日に、はい、あの通天閣であの恒例のですね、干支の引き継ぎ式、引き継ぎありますね。 ありますね、はい、去年もやってましたね、はい、ちょっと聞きました、なんか情報、はい、やばい情報、はい、実はあの、はい、僕名前忘れたんですけど、3メートル以上の蛇を用意したと、はい、お、すごい。実際アナコンダじゃなくて何でしたっけ、錦蛇、錦蛇かな、あのなんか名前がありまして、はい、今日実はもう、安倍の経済新聞の方に掲載させてもらったんですが、なるほど、もうあの写真が白いんですか、白のですね、安倍の経済新聞って
あのネット新聞、ネット出ますかね。安倍の経済新聞でも、はい、あの、検索者すぐ出てきますから、はいはい、安倍の経済新聞のトップに今出てるんですかね、はいはい、あのゴールデンバイソンというあのゴールデンバイソン3メートル10センチのヘビが登場しまして、はい、可能であればあのその実際その、はいはい、今までそのエトの引き継ぎ式って割と15分ぐらいで簡単に、終わるもんだったんですけど、はい、今回はあのヘビ9匹用意しました、合計、4回で展示しようと許可が得れればずっと綺麗撮影も OK にしようかという話を。首に巻けるとかですかね。首に巻いたりとか。すごいですね。そんなおとなしいんですかこのヘビは。いや実はあの昨日ですねその調べて YouTube で見たんですけども、はい、ちょっと鳥を何ですか鳥かのひよこなんですけど、はい、いきなり食べるシーンがあったんですけど、ね、ああ今映りました、食べるんですね、記事が、はい、通天閣で今出てますね。あ出てます、はい、ゴールデンバイソン、はい、結構でかいですよね、それ大丈夫なんですかそれを お客さんに指に任せて、うんうん、ちょっと怖いんですよ、うん、実はただいいんじゃないかな、なんか事故がね、はい、起きなきゃいいか一応ちゃんとチェックをした上で、はいはい、ただあのこれはあの毎年も、昭和31年から続いてるんですけども、はいはい、あの通天閣の社長とですね、天王寺動物園の園長が2人で、なるほど、そういうことなんですね。多分あの通天閣の社長は首に巻いてくれるのかと期待してますこれ、はい、そうですね、はい、今、天王寺動物園の、園長さんが、名前なんて言ったかな、高橋さんですか、はい、あの今年一家は、はいはいはい、ですね、うん、来られるということで、来られて、うんうん、これはもう毎年本当楽しみですね、はいはい、これが、はい、分かりました、ゴールデンバイソン、はいはい、この楽しみですね、はい、これあの一般首に巻ける日が一般の人も見れるんで、はいはいはい、ぜひ見に来ていただいて、何時か、はい、朝10時から、朝10時から江戸の引き継ぎ式 の、はい、スタジオ通天であるんですけど、はい、あと11時から、通天閣4階の展望台で展示する予定です、はいはい、分かりました、これはぜひ楽しみにしていただきたい、はいはい、よろしくお願いします、では先陣を切っていただいて、はい、じゃあ次は示していただいて、はい、次はですね順番的に姫路経済新聞の前田さん、はい、よっ、はい、じゃあすいません、はい、ちょっと新庄さんあの寿司がありますので、はい、寿司を、はい、ありがとうございます、はい、失礼します、あ皆さん食べてくださいねそちら緊張気味に今ちょっと続々、人が来てます、はい、失礼します、はい、じゃあ自己紹介お願いします、はい、姫路経済新聞の前田と申します、カメラあれですね、はいこれです、前田と申します、よろしくお願いします、姫経さん、姫経です、来ましたね、まあね重大なニュース、はい、重大ニュースを姫路の姫路経済新聞の中でまあこれがアクセスがあったよ、姫路やるんかって話ですよね、最高の国報もありますしね、そうですね、どんなニュースが出てくるか、そうですね、まあまあやっぱりお城絡みのニュースは多かったなって、だいたい統計取ったら、はい、まあ、あの 15% ぐらいの記事に姫路城という言葉が出てくる、はい、っていうことで、姫路経の記事の 15% には姫路城ということで、すごいですね、ということなので、やっぱ姫路のイベント、姫路城で行われるイベントですとか、はいはいはい、姫路城自体の動きのニュースが多いと、ね、そうですね、どうしてもその、まあ、あのなんていうかな、町のランドマークですんで、はい、うん、まあ、お店の位置知らせるにも姫路の城北とか、はい、城南とかっていう言い方をしてしまいますね、うん、どうしてもこう姫路城っていうキーワードは入りがちかなっていうところですけれども、はい、でも重大ニュースに姫路あんまり関係ないかな、ええ、あ姫路あんまり関係ない、まあ姫路で起こった、行きますか、写真名なんかあるんですか、ですね、はい、ちょっと今姫路経済新聞のウェブサイトを表示してもらいましょうか、はい、お願いします、その中で、ちょっと良い時間かかりますんで、はいはいはい、そうしたらね、その中で何か、今やってるイベントでお城とは関係ないんですけど、はい、姫なりえっていうイベントやってます、姫なりえ、これ大丈夫なんですか、姫なりえじゃないですよ、ちゃんとした名前あるんですけど、はい、新世界でもね、ジャンナリエっていうのをやってましたから、そうですね、ジャンジャン横丁道ジャンジャン役長道ルビダリ、そこまでさばけてないんですよ、はい、一応正式名称アリーの、はい、正式名称ジャンナリエです、あ、ね、そう、そこまで僕らもやってほしいなと思うんですけど、はい、一応みんなは正式名称知らないで、姫なりえと呼んで、姫なりえ、あ、今映りましたね、はい、たはい、姫なりえの、姫なりえです、あ、そのもう一本前のそれアボナリエですね、はい、えアボナリエ、アボシでやってるアボナリエで、アボナリエっちもあるんですけども、いくつナリエがあるんですかね、まあ要はまあ早い話が、あ、今映ってますね、これどこですか、これアボナリエですね、アボシですね、あ、アボシ、はい、なんかもう一つあるらしいですわ、ええ、ニュースが、そうですね、姫路ウィントピアっていうイベントなんですけれども、本当は、はい、姫なりえで検索しても出てこないんですね、はい、いや、記事には姫なりえと入れました、はいはいはい、トップに出てます、
下の方に行けばあるかな、ずっとね、あ、皆さんもね、あの、はい、姫家にアクセスしてぜひ見てほしいんですけども、はい、はい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 、姫なり、姫路に姫なりへという、まあ、イベントですね、はいはいはい、なんかどこでやってるんですか、駅前のね商店街、はい、まあ、アーケード街長い800メートルぐらいのがあるんですけども、ありますね、そこでズドーンとやっとるわけなんですけども、はい、まあ、電気がついた途端に店が閉まって、はい、あの閑散とするというとても素晴らしい、イベントなんですけど、ね、あ、もう店閉まっちゃうんですか、そうなんですよ、あの残念ですね、6時日没頃着いたら7時頃からほろほろ店閉め出して、はい、まあ、8時に今もガランとして電気だけがこう寂しくついてるっていうね、まあ、そういう、でも賑わってないカップルとか来ないですか、はい、あ、今映りましたね、これですわ、これ商店街のアーケードが、アーケードです、アーケードです、え、周りでそのライトアップ以外に楽しむ屋台とか何かあるんですか、いやいやいや、まあ、飲み屋街はありますけれども、はい、この下はもう何て言うんですかね、アーケードになってますんでね、はい、暑からず寒からず雨も降らないということで、うん、いいじゃないですか、いや面白そうじゃないですか、はいはいはい、これはやっぱりある意味姫路っぽい、姫路っぽいですね、その電飾見ていただいたと分かると思うんですけど、思いっきり神戸のルミナリエからパクったデザインだと思うんですよ。これどう、ちょっと神戸の方が見てたらね。ね、そうなんですよ、ね。いや、いいじゃないですか、楽しくて。いやいやいや。同じ兵庫県ですね。そうなんです、ね、もうどうしてもその神戸に、はい、こう、コンプレックス的なものね、どうしても姫路の人あるのかなっていう。と思ったらね、その、同じ記事の中に、ね、西二階町通りっていうところがあるんですけれども、はいはい、その写真も載せてるんですが、はい、そちらは思いっきり和風の、イルミネーションが、イルミネーション、じゃあオリジナリティがある、そうですそうです、あの、はい、姫路城の形してですね、あと提灯も一緒にこうつけてたりして、なるほど、はい、ただその下と、はい、これです、これ面白いじゃないですか、見えてると思うんですけどね、ちょっと不思議な感じですね、不思議な感じですわ、はい、で、まあ、これはやっぱそのどう言ったんですかね、まあ、オリジナリティ狙ってると思うんですけど、はい、まあ、その代わり下通るとあんまり電飾ないので結局ぶら下がってるから暗いっていう、うん、他の街灯が隠れて暗いっていう、はい、まあ、そんなとっても素敵なイルミネーションなんですけれども、これはあの姫路ってあの年末年始どんな感じなんですか、年末年始はね、やっぱり商店街も終夜営業しまして、はい、終夜営業までしないかな、なんていうかな、イベントなんかを商店街に、ね、なるほど、うん、人はほろほろ出てきて、うんうん、で街中のその奏者っていう神社にこう、はい、初詣行くみたいな、はい、まあ、ヤンキー的なイベントはまあ、あ、どこの神社に行くね、奏者って姫路、あ、播磨の国奏者、播磨の国奏者っていうイベント、そこが一番多いんですか、姫路城の近くですか、姫路城すぐ、姫路城すぐになりますね、はい、はい、そこに初詣に行って、うん、そこに行くあのまでに商店街ありますから、ね、そこで、はいはい、でもその時に姫なりは消えてるっていう、決めなり終わってるでしょ、あのいやいや、ね、1月16日ぐらいまでやるみたいです、なるほど、湯戸筋イルミネーション、そうです、そうです、うん、じゃあまだこれから行けるんでね、まだこれからぜひ皆さん、ね、ぜひあの見に来てください、姫なりへ店開いてませんけどね、はい、皆さんチェックしてください、はいはい、今年でもあの姫路城どうでした、ずっと工事のね、そうですね、ただあの2014年にあの、大河ドラマ官兵衛の、ね、ますね、これ決まりまして、はい、決まりましたね、はい、ちょっと盛り上がってきたかなというところ、でかいじゃないですかこれは、はいはい、まあ岡田君、岡田君、岡田、あ、そうです、岡田君ですね、うん、あ、まあ、あれですわね、結構盛り上がりつつあるとこなんですけれども、うん、まあ、皆さんの期待が一体何やってくれんのっていうところであったり、うん、あんま自分で動こうとしてるところがないっていうのと、うん、はい、僕が一番心配してるのは官兵衛の生涯で姫路ってほんま前半のちょびっとだけなんですよ、はいはい、なのでほんまに姫路映んのっていうのをすごい気にしてるんですけど、ドラマの中で、ああなるほど、ドラマもね、はい、最初の時だけってことですね、幼少の時、幼少の時、清盛の時は神戸がね、はい、すごい期待してましたけど、そうそうそう、やっぱ京都も長かったですから ね、どうなって、まあ来年は八重の桜ですけど、これも同社まで来るのは相当長そうなんで、長い長い長い、まず福島がずっとあります、福島から始まって、ね、会津から始まって、はい、皆さんの期待するようなかどうか、そう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 、まあ、それはちょっと僕心配してます、 NHK さん、はい、よろしくお願いします、はい、いやでもやっぱりでも姫路ってイメージあるじゃないですか、官兵衛はね、ですね、で僕のニュース、あ、どうぞ、他に何かありましたら、個人的なニュースもいいですよ、個人的ニュースはね、今年は体重が5年ぶりぐらいに100キロ超えましたっていう、はい、それぐらいですかね、まあ僕はずっと超えてますけど、ね、そうですか、いやいやいや、今年一瞬1日ぐらい2桁に、それはそれはまだ僕もあやかって戻りたいもんですけど、なるほど、そんな感じで、はい、はい、三桁同盟で、三桁同盟で、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、あ、で姫路経済新聞の前さんでした、姫なりえが、姫なりえです、姫なりえ、あ、次指定します、指名はじゃあね、来た順番なので、ご投票お願いします。はい、
お父さんになりました。これは難波経済新聞。そうですね。来ましたね。はい、どうぞ。どうぞ、後藤さん、はい、あ、ご自己紹介お願いします。はい、難波経済新聞の後藤です。よろしくお願いします。ナンバーは今年いろいろありましたよね、はい、いや、いろいろないろいろなかったですか、はい、梅田と安倍野に挟まれて、はい、なるほど、正直ちょっと、はいはい、ページビューも厳しい状態で、そんな、はい、如実に出てくるんですか。そうですね、はあ、まあでもその中でも、はい、後藤さんにはちょっと重大ニュースを、はい、紹介していただけるということで、はい、まあぼちぼち話していただければ、ね、はい、写真とかは用意されてるの。写真は用意してない、はい、ナンバー経済新聞をまたちょっと経済検索していただいて、はい、ちょっと用意が時間かかるんで、まずもう1本目ぐらいから話していただければなと思います、本当に話題になったこととして、はい、道頓堀に世界最長プール2015年実現へ。これね、話題のやつですね。これ道頓堀ね。そうですね、坂谷太一さんが、まあ、旗振りをされて、道頓堀に長さ1000メートルのプールを作ってしまおうと。長いですね、はい、でこれですね、はい、うちの、記事の中に関連画像として、はい、道頓堀プールの完成予想図っていうのを出してるんですけれども、はいはいはい、これ今言ってきました、言ってきました、はい、道頓堀のプールですね、はい、完成図ですね、これがね、完成予想図。そうですね、はい、で多分この図が出てるニュースサイトっていうのはあんまりなかったんですよ、うんうん、でうちで出させていただいて、関西お母さんも出されてたかと思うんですけれども、まあ、ヤフーニュースにも配信している関係上、うん、そこからリンクがされていて、うん、はい、854ツイート、1145いいね、はいはい、すごいですね、それは、はい、分かりやすいというか面白いですよね、うん、そうですね、これでも結局できるんですか。一応できるということで今動かれてます。これいつできるんですか。これ2015年ですね。じゃあ、来年が13、14、はい、13年後って感じですね、はい、あ、今カラーで難波経済新聞さんのサイト、これは相当インパクト、道頓堀の 100m プール、はい、完成予想図、はい、そうですね、はい、で結構そのコメントを見てると面白くて、これで阪神タイガースが優勝しても飛び込めるよねとかね、これ見るともう全然飛び込みますね、はい、飛び込みの、むしろ飛び込んでほしいぐらいですね。そうですそうです、飛び込み台をつけてほしいですよね。あるいは横のビルからスライダーをつけたら面白いとか、結構これを見て警察の日が起こりそうな案が出てきて、いやでもこれはもう公で作るわけだから、はい、全然正々堂々とね、そうですね、そうですね、泳げるわけですからね、うん、まあ、これが一番、まあ、うちではヒットしたというか、はいはい、話題になった記事ですね。これは分かりやすいですよ、はいはい、あと、まあ、実際その、うん、ページビューが一番多いというか、うんうんうん、本当に話題になったのはやっぱりタイガーですね。デンマークから来た雑貨、これは話題になりました。アメリカ村のね、はい、ヨーロッパから来た100円ショップ、まあ、100円じゃないですけどね、そうですね、タイガーはすごかったですね、あんまりにお客さんが来すぎて、はい、なんとすぐに閉店になりましたね。そうですね、はい、在庫がなくなって、はい、なんか全国から人が来て大量にこう買ってったっていう話を聞きました、うんうん、そうですね、なんかバスで来られて、はい、大量に買って帰るお母さんとかですね結構いらっしゃって、あ、それニュースでもなってましたよね、やってましたね、はい、で1ヶ月余り閉店して、そうですね、で今やっともう再開されましたね、再開されて、はい、整理券もなく買うことができると、はい、だいぶ落ち着いてきました、うん、そうですね、今落ち着いてますね、なんかね、当初私たちがオープンの時に取材させていただいた時は、年内にすぐに3店舗ぐらい増やすって言ってたんですけど、はいはい、もうそれもままならない状況で、やっとアメ村はやっと軌道に乗ったというところですね。なんかね、家族でやってますよね。家族、このタイが経営してる、あ、そうなんですか。オープニング、まずオープニングの日、はい、僕、うん、某テレビ局のコメンテーターで案内してたんですけど、家族の方がいらっしゃいましたよ、その経営してる、はいはい、すごくなんかこうアットホームな感じの、はい、うん、まあ、これはでも大きいですね。ちょっと本当に不思議なこうアイテムですよね、みんなね、ありそうでないというか、だから、まあ、ダイソーとかのいわゆる本当に実用的に100円ショップとかなり違う、うん、はい、ちょっとセンスのいい面白い感じのお店ですよね。そうですね、うん、これいつでしたっけ、オープンしたの。
夏ですね。夏に。夏に。はい。で1ヶ月ぐらい休んでまた今現在、ね、やってるってことですよね。これ本当に全国のね、あの雑誌だとかいろんなところで紹介されましたからね。そうですね。まさに全国ニュースですよね。うんうんタイガーのニュース。そうですね。はい、でタイガーつながりといえばですね。はい、あ、これでかいじゃないですか。はい、トライをついに、はい、予告がガンガンテレビ東京に流れてますよね。テレビ大阪。あ、テレビ大阪ですね。はい。はい、昨年10月に道頓堀でデビューした大阪のご当地医療トライオーというのがあるんですけど、トライオーの記事はありますか？トライオー記事必要なんでしょう。以前そうですね、昨年の記事になるんですけども、はい、10月に。デビューをしたご当地医療の記事はアップしてます、ついにテレビで。そうですね、来年の1月5日からテレビ大阪で朝スタートするということで、これテレビ東京には流れないんですか？テレビ東京には流れない。あ、テレビ大阪だけなんですか？テレビ大阪だけですね。これぜひこう人気爆発したら、はい、いやそれはマブヤーみたいに、はい、シーズン2からは、ね、全国ネットで劇場版もできるみたいな、ね、そうですね、はい、で今大阪の各地で撮影をしていて、はい、まあ、梅田でも撮影して梅田経済新聞にその模様が掲載されてたんですけれども、はいはい、ナンバーで取材した時に、僕らちょっと取材やってたことを知らずにですね、取材に行けずっていう、はい、あ残念ですね。ぜひでここら辺でもさっきの中島とかでやってるんですよね。春風の上等式に続いて、はい、そうですね、親しの取材ネタをいけてないという状態ですね。それほど知らなかったです。知らなかったです、ね、大概何でも後藤さん知ってるじゃないですか、はいはい、後藤さんはあれですよね、はい、トライオーさんに、まあはい、PR 協力されてるだけじゃなく、はい、その協賛じゃないですけど なんかやられてるんですか？協賛っていうのはやってないですけれども、はい、いろんな形で関わってはいます。で最初からあれですよね、はいはい、かなり、はい、あの入られてましたね。後藤さんもひょっとしたら怪人として中に入ってるかも、かもし、まあそれはないと思いますけど、滑る族としては関わってるかもしれないですね、はいはい、だから怪人として出てくるんですよ、はい、これは1月の、年明けから、そうですね、5日から、朝ですよね、朝ですね、放映されると、はい、なにわ伝説トライオー、はい、ですね、はい、これもすごいニュースですね、これも、うん、はい、はい、それが次いきます、はいはい、次いきます。あとですね、個人的に、はい、これ面白いなと思ったニュースをちょっと持ってきたんですけれども、はいはい、クシタンですね。検索でクシタンってしていただいたら、ひらがなでクシタンってやっていただいたら出るかと思うんですけれども、ホテル日光大阪で9月4日に、創業30周年を祝うイベントが開催された、うん、で、この記事なんですけれども、クシタンっていう、これは新世界のキャラクターでいいんですかね、串カツを PR するキャラクターが、串カツを PR、はい、新世界のキャラなんですね。新世界のキャラが、たまたまホテル日光大阪の30周年が9月4日の串の日ということで、はい、串タンが来て、はい、串タンがいろいろ、まあ、やりたい放題というかですね、心斎橋のホテル日光さんで、まあ、お祝いに駆けつけたっていう記事なんですけれども、むしろ串タンの記事という形に今なっているということで、結構その今年は安倍の旋風が吹き荒れたなというのを象徴している感じで、はいはい、そんなに面白いですよね、はい、うん、形がむちゃくちゃ面白いですもんね、これ多分リニューアルする前のやつですかね、うん、クシタンはかなり人気なんですか、はい、新庄さんカラとも共演してますんで、カラとね、カラとも韓流のすごい、これゆるキャラグランプリに出てないんですか、はい、順位は悪かったです。あ、そうですか。ダメだったんだ。なんででしょうね。いや、新世界とかネットが、はい、ネットで投票なんですけども、みんなネットわからないから、はいはい。ちょっと諦めたと。諦めた。はい。なるほど。もっと上位に行ってもおかしくないですよ、ね。おかしくないですよ。そうなんです。頑張ってほしいですね。はい、わかりました。はい。またまだありますか。いや、今年は本当にね、ナンバーは地味なネタばっかり。いやでも今もタイガーの話も大きいですし、来年はいよいよ、はい、ゼロゲートもできますし、はい、ゼロゲートできますね、はいはい、これは相当すごいことに、うん、そうですね、とはいえ梅田さんとか安倍野さんのような大きな施設っていうのが今のところ予定されてないので、うん、いやいや、そうですね、グランフロントとかハルカス、はいはい、何するものぞと、はい、うん、ゼロゲートで、はい、頑張っていきたいなと思っています、はい、個人的なニュースはなんかないですか、
個人的なニュースは引っ越しましたよね。引っ越しましたね。引っ越しってオフィスが、はい、奈良に引っ越してぐらいで、あ、ご自宅ですよね。はい、オフィスも引っ越し、後藤さんの車が新しくなった。はい、車もはい、いろいろ新しくなりまして、はい、ジェラスを感じた。じゃあ次あの指名をしていただければ、はい、そうですね。じゃあ行きましょう。トライオが、はい、ロケをしたという梅田の和田さんで、はい、梅田の和田さんですね。来た。はい、じゃあ、後藤さんありがとうございました。はい、どうぞ。まだパーティーやってますんで。こう来ましたね。いよいよもうでいろんなものができまくりの、はい、じゃあどうぞ。はい。自己紹介を。はい。どうぞ。はい。梅田経済新聞の和田です。はい、よろしくお願いします。梅田はたくさんね、いろいろありました。まあ、阪急梅田本店の2期棟がオープンした、はい、グランドオープンしたっていうですね、はいはい、大きなニュースはじめ、はい、いやいや、もう和田さんの方からありますので、はい、そこら辺の話をですね、はい、若林は無視して、はい、まあ、やっぱり後半は、まあ、10月にその阪急の2期棟オープンがあって、はい、11月にグランドオープン、はい、で11月に駅マルシェができて、うん、 そうですね、その後に、フェスティバルプラザとかもあって、宝島フェスティバルプラザですね。なので、まあ、商業施設らしいといいますか、新名所がたくさん増えましたね。すごいですよね。そうですね、もともともやっぱり梅田かなり多いのにさらに大きく、うん、多くなって、やっぱ私たちの取材でも梅田はやっぱりちょっと大きいネタというか、はい、商業施設のネタがなんか増えてる感じがします。はいはい、これなんていうか、梅田の街の流れとか変わりましたか？街の流れ、そうですね、やっぱりステーションシティができた辺でかなりやっぱりちょっと南側が寂しくなってたりとか、はい、うんうん、町屋町の方もちょっと厳しいかなっていうのがありますし、うんうん、で、まあ来年なんですか、グランフロント大阪が、まあ、開業するので、はい、まあ、それによってもかなり全体的に北寄りに人が集まるような感じになってるのかなっていう印象は。グランフロントってあれですよね、はい、だからヨドバシカメラの横からこう縦にダーッと長くて、そうですそうです、ほとんど中津の駅まで行きますよね、あれ。そうですね、はい、行きます行きます、うん、もうこれ中津と梅田が一緒になっちゃうってことですかね。そうですね、結構だから大淀あたりがかなり梅田に近くなるというのか、スカイビルとか、はい、あっちの方も結構行きにくいイメージがなくなるんじゃないですかね。あ、逆にね、はい、これまでちょっとね、そうですね、かなり遠い感じだったんですけど、取材行くのもやっぱりちょっと遠いなと思ってたんですけど、それがなんか割と近く感じられるようになるんじゃないかなって思います、うん、はい、昨日もあの辺歩いてたんですけども、はい、外観もできてますし、はい、ね、なんか道もかなり整備されて、そうですね、はい、もうだから年明けすぐぐらいですね、うん、もう出店店舗とかも発表になりますので、うんうん、はい、割と年明けからはその関連のニュースが増えてくるんじゃないかと。あれですか、うちうちにいろいろ情報が入ってるんじゃないですか。うちうちには、そうです、ね、それは皆さんのところに入ってるはい、まだ言えない、はい、まだ言えないですけど、楽しみですね、何が入るのかっていうそうですね、はい、300店舗以上店が増えますもんね。そうですね、はい、すごく多いですよね、うん、全部で266店舗ですよね、はい、なの で1店舗ずつもまあまあ大きいということで、うんうん、はい、あとなんていうかこう大学みたいなのもできますよね、うん、大学とか学びの場というか、ナレッジキャピタルですかね、ナレッジキャピタルがね、はい、今画面に映ってるのがグランフロントのビル、はい、3棟あるんですよね4棟目がマンションですよね。マンションですね、はい、で、はい、その横にインターコンチネンタルホテルが1つ夏にオープンする。インターコンチネンタルって今あれですかね、横浜だけですかね。そうですね、多分関西は初めてですよ ね、関西初ということで、はい、ちょうどアベノハルカスにマリオットの名古屋に続いて2つ目ができますから、うん、結構ね面白いですね、うんうん、そうですね、まあ、大阪もちょっと高級ホテルが結構集まってきた感じがしますよね。インターコンチネンタルもかなり高級路線のになると思うので、あ、はい、楽しみですね。そうですね、はい、分かりました。では、はい、こういろいろ、はい、ね、やっぱそう、梅阪はどうでした？まあ、阪急さん、そうですね、まあ、もともと多分すごい人だろうなと思ったんですけど、うん、予想通りというか、すごい入ってますよね。すごい入ってますね、うん、本当に、はい、で、2期棟オープンの時に久しぶりに私たち、うん、あ、私もヤフートピックス乗ったんですけど、その時も、
まあ、一番突っ込まれてたのはあれ招待客、前日招待客が入ってて、はいはいはい、それが15万人プレオープンですよねそうですそうです、15万人招待したらそれは多いやろみたいな、で3時間待ちとかでそうですそうです、どこのこれはテーマパークですかみたいな話でしたよねそうですそうです、ハッピーターン3時間待ちとかでなんやねんみたいな、うん、ハッピーターンのねちょっとオリジナルのやつだね、うん、そうですね、ポッキーとかポッキーとか、はい、そうですね、今もデパ地下には列ができてますよね、できてますね、バトンドールとか、はい、ポッキーのやっぱりあのイベントがすごく増えたというか、はい、まあ、あの大きい広場もあればホールもあるので、うんうんうん、すごい常に何かイベントをしてるっていうのが結構定着しつつあるんじゃないかなと思います、ね、いつもすごくたくさん広場には人が集まってるんで、中之島フェスティバルタワーもあの、はい、まあ、ほぼほぼオープンしましたけど、あのフェスティバルホール自体は来年の4月ですよね。そうですね、4月です、はい、うん、すごく楽しみですね、うん、まあ、今もちょっとね、あの階段のところを利用してイベントやったりとか、はい、してますけれども、はい、うんうん、はい、結構あのコンサートも面白そうなのがどんどん決まってますよね。そうですね、でも多分初年度で300公演決まってるって言ってるんで、うんうん、ほぼ毎日、うんうん、のように何かやってる感じになりますね。まあ、もう何回か説明受けましたけど、音響は相当いいという、そうですね、かなりの自信があるみたいな感じですね。まあこけら落としもオペラですね、あの設備とか見てるだけでも楽しいですよね、あの音響版みたいな動いてきたりとか、ね、すごいなと思います。なんかあの僕的に気になってるのはあの、はい、ピカデリーの跡がね、あ、そうですね、面白い空間に、そうです、私もあそこが今年一押しのビルなんですけどマジっすか、はい、ピカデリー梅田でね、ピカデリーの使いみたいな、あの梅田のニュースっていうのも上がってますかねちょっと出しましょうか、はい、最初に、今年あのクラブクワトロが難波の方から、はい、できましたね、移ってきて、あれもピカデリーなんですけど、はい、うん、でその後に大阪プロレスさんの予定も、はい、プロが来ましたね、はい、ついに来て、うん、はい、すごくあの、レセプション、あ、セレモニーとかに行ったんですけど、はい、その時にオープニングマッチみたいなの見たんですけど、初めて大阪プロレス見たんですけど、ね、うん、すごい面白かったです、不思議なビルになってきましたねあれもうピカデリーあそこはエンターテインメントビルを目指してるらしいので、うん、あと残りのフロアも楽しいものが入ったらいいなと思って、ここはなんて名前のビルになってるんですか、うん、何でしたっけ、名前がありましたよね、書いてないですかね、ピカデリー上田じゃないんだよね、上田ピカデリーっていうのは、前の名前ですからね、映画館の名前で、今は名前が変わってまして、変わってます、ナスキーホール、ナスキー、はい、ナスキーホール、ナスキーホールは、大阪プロレスの、あ、なるほど、でもじゃあビル名が、ビル全体の名前って分かる、分かんないか、ビルの名前何やったかな、泉の広場上がったところにちょうど梅田ピカデリーっていう松竹の劇場があったんですか、はい、そこを、改装して、あ、プラザ梅田ビル、プラザ梅田ビルです、ね、プラザ梅田ビルです、の中にナスキーホールっていうのがありまして、なんかあれ大衆演劇も入るんじゃなかったっけ、そうなんですか、まあ、入ってないまだその情報は掴んでないんですけど、うんうん、非常に面白いビルになってましたね、あ、そうですね、はい、そうですね、はいはい、ライブがあってプロレスとかもねやってるっていうことなんでね、はい、面白いですね、まあ、このもう梅田は本当にニュース花盛りですけど、はい、和田さん的にはどうですか今年、はい、私的にあの、まあ、取材の話なんですけど、うん、さっき後藤さんも言ってはったみたいに、あの梅田で、うん、トライ王の取材を、はい、取材をがあったんですけど、はい、実はあのずっとこう、道頓堀とか通天閣とか、うん、コテコテな場所でロケをするっていう、うん、いう話を聞いてたんですね、はい、脚本を書いてる人から、はい、でどうしても梅田でやってもらいたいっていうので、うんうんうん、であのじゃあどっか梅田ありますかって聞かれたんです、うん、スカイビルとかでやったらかっこええんちゃんとか言って勝手に言ってたんですけど、うんうんうん、どうしても取材に行きたいんでスカイビルさんに私が交渉しに行って、うん、であのロケをそこでしてもらうっていうのを実現してもらって、で自分で取材に行ってとても満足しました。いやすごいですねじゃあスカイビル絶対面白いですよ。スカイビルが出るってことですね、うん、トライオに。そうです、あのあそうですね、 YouTube で配信してた時の最終話なんですけど、その最終2話分は、ぜひテレビに映ってからも来てほしいですね。そうですね、来てほしいです。その時は必ず取材に行きたいと思います、なるほど、わかりました、はい、そんなとこですか、はい、梅田、そんな感じでございます、はい、まあ、来年も話題満載なんで、はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします、ありがとうございます。経済新聞の和田さんでした、はい、ありがとうございます。和田さん次のご指名を、はい、じゃあ
烏丸経済新聞の日置さんお願いします。京都に来ました、はい、京都に、はい、京都に、すいません、すいません、どうぞ、はい、どうぞ、失礼します。じゃあちょっと自己紹介を、自己紹介をお願いします。はい、京都から参りました烏丸経済新聞の日置と申します、はい、よろしくお願いします。京都はね、どうですか？京都はね、やっぱりあのもう今聞いてて、あ、もう全然こう華々しいあのネタがないなっていう、うん、新しい、はい、何せ土地がないのと、うん、高さもあの、ね、頭が、ね、まあね、高い建物が建つわけじゃないですからね、建てられないっていうので、まあ、でも今年大きかったのは3月に2つあって、はい、京都マラソンが初めて、ありましたね、大阪マラソンがありましたね、はいはい、あれで盛り上がったのと、はい、あと水族館が、水族館は来ましたね、水族館できたら良かったですよね、水族館は良かったですね、はい、梅小路公園とかですね、そうです、もう京都駅から歩いてでも行けるっていう、すごいいい場所にできて、やっぱりオープンの、ね、初日は100人くらい、ね、並んで1時間2時間待ちくらいで、やっぱり盛り上がりましたね、うん、そんな感じの京都です。まさかあの、ね、あの街の真ん中 で、 そうです、ね、でイルカプールの向こうにあの当時とかが見えますか、ね、そう、そうなんですよ ね、 ね、であのなかなか狙ってこう、はい、ね、飛んでるこうバックにこう、はい、登場っていうのを、うん、いやないですよ、ね、狙うんですけどね、機関車のね、ビーって汽笛もなってね、そうなんです、何とも言えない、ね、しかも隣で京都音博も、ね、くるりの開かれてますからね、そうなんですよ、もうカオスな感じに、カオスですよね、なってますよね、まあ、でも京都駅周辺もかなりね変わりましたよね、そうですね、京都駅周辺、うん、便利になってきましたね、うん、ね、まあイオンができたりもありますし、そうですね、あと湯戸橋カメラもね、あ、まあ、そう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 、なんかね、ファミリーにはすごく嬉しいのかなっていうエリアになってきます、ね、うん、ちなみに烏丸経済新聞って京都のどこからどこまでが烏丸、あ、京都市全部なんですか、一応京都市全部ではないですね、地下鉄の駅でいうと、はい、京都駅から、はい、だいたい今出川とか、倉間口、基本烏丸通りをガッと行くみたいな感じですか、はい、まあ、あの烏丸ってついてるし、はい、まあ、烏丸界隈行こうかみたいな感じで、烏丸通り周辺っていう、まあ、通りに行きつつ、ね、地下鉄の、まあまあまあ、まあ、そうです、沿線が、はい、烏丸線の沿線沿いをやってるってことですね、が、まあ、中心ですね、まあ、と言いつつこの後紹介するネタも、はい、あの、はい、えらい離れてるなっていうようなネタもあったりするんですけども、ぜひ、はい、教えてください、あ、はい、そんなに大きなニュースではないかもしれないですけど烏丸経済新聞で一押しのニュースを選んでいただいたんですよね、うん、そうです、はい、まさにおっしゃる通り、はい、京都で話題の烏丸経済新聞はなんかあの他の経済新聞に比べてもなんかアート寄りだったりおしゃれなお店だったりちょっとまた一味違う感じがありますよね。本当ですか？ ああ、ね、ありがとうございます。いやなんかね、あの逆に他がガサツって言ってるわけじゃない、ちゃいますよ、ちゃいますよ、ちょっと大阪と違い大阪とは違いますよね、割にお店情報多いですよね。あ、そうですね、わりかし、ね、はい、新しいお店、ね、できたらじゃあ行ってこ こようかみたいな感じで。京都はだって本当に新しいお店いっぱいできますもんね。そうですね、あ、そうですね、はい、うんうん、スイーツとかね、あ、スイーツ、ね、今年プレッツェルとか、はい、なんか2店舗アンティアンズができましたよ ね、 ま、 ね、まず京都駅に、そう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 、ウェッツェルプレッツェルもできて、はい、なんかね、大阪よりあれ先にできちゃったっていう感じで、うん、いやっぱりなんか京都って感じですよ、そういう意味ではね、うん、そうですかね。そしたら、はい、一つ目のじゃあ画像がありますんで、はい、画像をお願いします。あ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、ちょっと用意してますんで、ね、あ、出ました、これ出ました、これはあの鴨川デルタですか、これ。そうですね、鴨川デルタ、京阪のあれは出町柳を降りてすぐのところですね、うん、もうだからあの烏丸全然関係ないんですけれども、あのそこに、巨大なショートケーキの模型が出現したっていう、そうなんです。このユースト番組の2つ前でしたっけ、あのチンスポーバトルで、ね、あの、はい、グラニュートンさんが、グラニュートンさんの、 あの、女子大生の、はい、そう、実は上原さん
ね、メンバーじゃなくって、ね、あの応援を頼んだって言って、あの、うん、本当は重光さんってあの中心でされてる方がいらっしゃるんですけど、はいはい、あの時出てくれた女子大生の子の他にもちゃんとその重光さんって人がいるんですね。いるんです。で、あの、うん、たまたま行けなくなってしまって、で女の子でないとダメっていうので、他が男性メンバーだったんで、常連さんで来てる女の子、でもすごいしっかり喋ってましたよ、ね、おすごかったですね、頑張ってました、はい、すごく、うん、そうなんです。ということで、そう、毎月20日 その方がやってる、関わられてるあれですよね。そうです、そうです、アートグループ、毎月 22日ですね。そうなんです。にこの、鴨川デルタでそうピクニックをされてるっていう、はいはい、まあね、あの、なんで22日なんていうようなところとか、はい、うんうん、まあ、あのカレンダーで見た時に上に15日で、はい、いちごが乗ってるっていうので、なるほど、うん、この前あの女子大生の方がいらっしゃった時は700名ぐらい来るっておっしゃってましたよ、はいはい、そうですね、はい、あの最近ちょっと寒いんでね、まあ、日によっては ね、あると思いますけど、やってる時間がすごく長いんですよね。あ、そうなんですよね。その間に出たり入ったり、そう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 、もう出入り自由で、まあフラーと最後までいる人もいれば、うん、もうあのちょっと挨拶して、これ何、写真撮らせてって言って記念撮影して、うんうんうん、でじゃあね、また来週、また来週じゃない、また来月って言って帰っていけるっていう。これ参加費とかどうなってるの？参加費いらないです。あ、参加費あれだ、自分で持ってこいってことですよね。あ、そうです、そうです。お菓子とか、うん、あの持ってきてくれると嬉しいなっていう。ここでみんなが終わった集まってハイキングというかピクニックをする、ピクニックですね。そうなんです。すごい可愛いですね。鴨川デルタっていうのは、まあ、ご存知ない方はあれかもしれませんけど、あのちょうど鴨川の上流でですね、三角錐になっているところですね。そうなんですね。だから桂川と鴨川の違う字の鴨川が合流してまあ皆さんよく知ってるあの鴨川になる、そう、そうなんです。そのちょうど Y 字になっているところですね。ところですね。今出川、今出川通りのちょっと上ぐらいですね。そう、そうですね、今出川もうちょっと上くらいですね、はい。もともとすごい楽しい場所ですよね。そうですね、もう本当に、あのみんな大好き鴨川デルタ、あの四畳半神話体系というアニメもよく、ね、出てきましたね。出ましたね、そう、もう京都の人はおなじみのっていうような場所ですね。ちょうどその、鴨川から、東山の方に行くと百万遍というところに京都大学があって、うん、反対側に行くと御所があって、そこに同志社大学があるっていう。僕同志社だったんで、あのだいたいいつもこの鴨川デルタで、夏とかはあの京都大学とロケット花火打ち合いしてましたね。あの対岸に向かって、対岸に向かってで戦争するわけ、戦争するっていう、うん、いや、でもそこでなんと今こういう、そう、平和な今は、ね、いいですね。そうなんです。また、来月1月22日も、はい、1月22日、はい、ちょっと雪が降ってどうかなとは言いつつも、うん、やりますっていうことで伺ってるので、なんかこれまで1回も雨が降ったことがないって言ってましたよね。そうなんですよね、先週も、12月22日も、はい、ちょっと朝から雨が降ってぐずぐずしてたんですけど、はい、始めようっていうタイミングになったら、うん、パーッと晴れてきたっていう。これ雨天の場合どうなんですか？雨天の場合は残念ながら中止、結構ってこと、結構じゃなくて雨天の場合は中止ってことですね。中止になってしまうんです。そうなんです。で、はい、今少し前にも記事にさせてもらったんですけど、はい、お家がないっていうので、はい、ちょっと今までこう小屋を借りてはったらしいんですけど、うん、それがちょっと使えなくなってしまって、うん、で、募集をしたところ、うん、仮住まいは、うん、ゲットしたらしいんですけれども、うん、やっぱり来年の2月以降だったかな、うん、のお家がないと。なのでちょっと見てらっしゃる方でグラニュートン、そう、グラニュートン拠点を提供しようという、そう、まあグラニュートンの拠点というか、あのケーキが入る場所、うん、あ、そうか、ケーキを入れなきゃいけない。そうなんです、ケーキが入れる、ね、入れられないっていう。もうぜひ我こそはという方は、そうです、デルタの近くで、はい、じゃあ烏丸経済新聞に連絡しても大丈夫なんですか？あ、ウェルカムです、まあ、はい、お待ちしております。なるほど、はい、はい、
そんな感じですね。あの個人的には今年は何かニュースはありますか？ああ個人的にはでもやっぱりあの水族館すごい楽しいですね。いいですね、いい水族館ですね。もうネタがあのたくさんあって、オオサンショウウオも、あ、オオサンショウウオも、そう、今日もあの記事にしたんですけど、タコの赤ちゃんが生まれたって言って、こんないい、ね、こんなもう目に見えないくらいなんですけど足がちゃんと8本あるっていう、はい、まあ大人気ですからね。そうですね、わかりました、はい、じゃあちょっと次の方をご指名いただければ、はい、すいません、はい、市長、次ですね、はい、あの一旦ニュースの紹介はお休みしまして、はい、あ、ここで一旦、はい、ちょっと中休みをして取り取って、はい、別なコーナーにちょっとしたいと思ってまして、はい、じゃあここで一旦はい、あのニュースまで行ってコーナーは残りの方はまたちょっと第2部で、第2部で、はい、はい、ひよきさんありがとうございました。ありがとうございました。もありますんでぜひ皆さん飲んでくださいね。じゃあ何が違うんですか？ですね、次に、はい、いろんなゲスト来ていただいてるんですが、はい、あの関西ウォーカー TV というとですね、はい、まあ、アイドルの方がいつも登場していただいてるので、はい、今日もですね、はい、今日最後の配信ということで、はい、来ていただいてますんで、はい、ちょっと早速お呼びしたいなと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。今スピード待ちです。あ、ちょっと平井さん入ってる、あのいつもアイドルのですね、はい、イベントなどを、はい、あのご紹介していただいてるあのポッター平井さんが、はい、構成作家の平井さんも来てもらってますんで、はい、まずは平井さんをお呼びしたいかな。はい、はい、ニュースの中みんな食べてますね。そうなんですよ、はいはい、平井さんどうぞ。どうぞ、はい、あ、大丈夫ですよ、このカメラ。どうぞどうぞ、はい、お願いします。お座りください。はい、じゃあ自己紹介、自己紹介お願いします。はい、構成作家の平井と申します。お願いします。はい、平井さん、はい、早速ですね、はい、ちょっと今年もいろいろあったと思うんですが、はい、平井さん的に何か。はい、そうですね、はい、この後登場するんですけども、はい、ピッツァ屋というアイドルユニットをですね、はい、結成しまして、はい、で、僕は、まあ、まあブレーン的な感じで、はい、はい、今ピッツァ屋の番組の、構成を担当させてもらってするんですけども、はい、はい、まあ、彼女たちが、まあ、7月に一応結成したんですけれども、はい、ちょっとピッツァ屋ってどういうグループなのかっていうのをちょっと簡単に。はい、はい、このピッツァ屋というグループなんですけども、はい、一応ね、関西アイドルコミュニティという、うん、団体を、はい、まず結成したんですが、映しましょうか。はい、はい、はい、映ってますか、中川さん、撮れますかね。はい、カメラがちょっとこれどういうものなんですか。でも、はい、もともと、ね、それぞれの方、はい、もう知ってる人たちなんですけど、はい、はい、で、まあ、このピッツァ屋というユニットの、まあ、一番の、まあ、セールスポイントというか、はい、特徴なんですけども、はい、5人メンバーがいるんですが、はい、全員事務所が違うという、事務所が違うんですか。はい、でそれぞれそれぞれ違う事務所で、まあ、個々に活動はしてたんですけど、はいはい、で、まあ、今回ですね、その関西のアイドル界を、より盛り上げていきたいなということ で、うん、でこの5社がですね、タッグを組みまして、うん、でこの、ピッツァ屋というユニットを7月に結成させていただきまして、うん、はい、でもそのピッツァの活動のお手伝いをさせていただいております。たまにこうピザで違う種類のやつを組み合わせたピザが人気ですよね。はい、そうですね、はい、で、まあ、その名前のそのピッツァ屋という名前も、はい、そのまあピザのように、まあ、はい、まあ、一応世界中の人々からも愛されているじゃないですか、ピザって、はい、で、まあ、いろんな味があるじゃないですか。なるほど、はい、っていう意味を込めまして、もう世界中の人々から愛されるユニットになりたいということで、はい、ちょっとピザという言葉が入ってまして、はい、ずっとお試し家でピザのニュース見てましたけどね、はい、あ、そうですね、はい、やってましたね、ピザがね。まあ、早速あれですかね、用意ができてるみたいなんで、はい、ちょっとお呼びしたいと思います。はい、では、ピッツァ屋の皆さんどうぞ。はい、ちょっと椅子がないんで僕どきますよ、とりあえずこっち入ってください。あ、僕出ます、はい、出ます、出ます。はい、入ってください。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。若林君ここから、あ、はい、じゃあ、自己紹介お願いします。はい、次女のあやみです。三女のり
ーの、ピッツァ屋です。よろしくお願いします。今ちょっとね、あのここに15人ぐらいいるんですけど、はい、今もパッと花入りましたよね。はい、パッと花入りました。すいません、急に撮影が始まってますけど。はい、私たちピッツァ屋っていうことなんで、はいはい、ピザをお届けに上がりました。ピッツァを、はいはい、やった。配達しに来ました。あとですね、はい、このピッツァ屋カレンダーがあるんですけど、はいはい、よかったらぜひ飾ってください。はい、じゃあこれ誰か貼ってもらいましょうか。いいともみたいに。そこに。テープが、ありがとうございます。はい、画面に映るように、映るように、はい、ってもらえますか。ちょっと4月が違うんですけどね、はい、それ実はこれピザは、じゃあちょっとあの忘年会会場でいただきたいと思います。トマイルさん、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、すみません、じゃあピッツァ屋さんですね、自己紹介していただきましたが、はい、ちょっと簡単にお話聞いていただきたいと思させていただきたいと思いますが、はい、2012年いよいよ終わろうとしてますが、はい、今年どんな年でしたか。いや、今年は何よりもピッツァ屋結成っていう大きな出来事があったので、はい、7月24日に結成記者会見やってからですね、はい、もうだいたい半年ぐらい、そうですね、もう経ちましたね、はい、経ちましたが、どうですか。はい、いや、すごい楽しいです、いろんなこともね、ピッツァ屋としてやらせてもらってて、はい、レギュラーでいろんなことをやらせてもらったり、はい、あの最近だったらゼップナンバーにね、そうなんです、出演させていただいたり、そうなんです、そうピッツァ屋としていろんなことをやらせてもらった1年でした。はい、はいはい、まあ、5人もね、あの新しくあのユニットを組んだってことで、はい、まあ、またね、新鮮な気持ちで、そうですね、もともとバラバラで活動してた5人が集まったので、はい、なんか新たにですね、はい、うん、はい、じゃあ ZEP ナンバーの大きなステージに上がったというのもありますが、はい、その他にも何かちょっと活動の最近の活動ですとか、はいはい、告知も含めて教えていただきたいなと。はい、こちらなんですけれども、はい、あの私たちのユーストリーム番組、はい、ピッチャーのグッドスパイスが来年1月7日に配信されます。はい、こちら大阪中崎町にある B スクエアにて公開生配信してますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、来てください。これ遊びに行ってもいいんですか。そうなんですよ、はいはいはい、アフターショーっていうのが、あの配信後にあるので、はい、生配信終わった後にもう楽しみがあるんです。そうなんですよ、その会場の方だけに。それは秘密です。あ、それは秘密、はい、来ていただいた方だけの秘密です。楽しいこといろいろしようと思ってるんで。1月7日にあるんですね、はい、毎月やってるのの1月が7日ってことですね。そうなんです、毎月第1月曜日にやらせていただいてます。はい、ユーストリームではどんなことされてるんですか。はですね、まあ、毎回違うんですけれども、はい、まあ、クイズをしたりだとか、うん、先月は私と京ちゃんが誕生日だったので、はい、それの誕生日パーティーをしてもらったり、生誕祭を、はい、そうなんです、すごいじゃないですか。いろいろね、やってますよね、はい、あと体力測定だったりとか、はいはい、いろんなことやってます、これすいません、山村さん見たことあります。ピッツァ屋さんのユースト、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。ちょ、どこがいいかちょっと人、はい、あ、配信、あの山村さん、マイクですいません。はい、今ワンボタンの声の山村さん、ユーストをたくさん見てますんで、はい、ピッツァ屋さんのユーストどうかなということですが、はい、入ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、どんな感じの番組なんですか。ごめんなさい、全部を見せましたので、取り出してみるということしかしてませんので、はい、はい、でも非常にアイドルとしても魅力のある番組。いや、ちょっとね、ありがとうございます。ユーストをね、番組を一時みんなわーってやった時に、ね、新しくやる人がちょっと減ったかなっていう感じはするんですけど、はい、今年ね、こうやって始めた方もいて、はい、ね、よりユーストも活性化していいんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、もうぜひじゃあチェックさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもチェックしてください。はい、ありがとうございます。他はあります。他はですね、随時私たちのブログでね、了解しました。はい、終わりました。じゃあピッツァ屋さんの2人には、はい、引き続きここいていただいて、はい、次のコーナーにも入っていただければなと思います。はい、はい、で次ですねから、ちょっと司会を変え割りまして、はい、次のコーナーは今声だけの出演していただいたワンボタンの声の山村さんのおすすめ、はい、iPhone アプリの紹介コーナーがあります。はい、はい、じゃあ早速そこで行ってやる。ここで、あ、分かりました、お願いします。はい、はい、で司会もちょっとチェンジします、ね、はい、はい、司会も、はい、司会も、はい、自己紹介ね、はい、
椅子を出しましょう。椅子を出しましょう。山田さん、こちらください。マジここにいいですか。はい、じゃあ失礼します。お願いします。はい、ちょっとすいません、場面転カメラこれ、はい、この辺です。じゃあ、はいはい、もうよろしいんですか。はい、はい、司会は近藤です。近藤さん、よろしくお願いします。はい、こんばんは。自己紹介、関西ウォーカーの近藤です。よろしくお願いします。今年、まあ、iPhone がね、新しくまた iPhone5 なんて登場しましたし、はい、iPhone お持ちですか。持ってないです。持ってないですか、はい。でも今から変えたいなって考えてます。あ、そうですか、ぜひ、はい。今年ですね、話題になったアプリとかちょっといくつか紹介したいと思うんですけども、はい、今あの iTunes って、iTunes は分かりますよね、はい、iTunes でこういう iPhone とか iPad のアプリがダウンロードできるんですが、そこで今年のトップに輝いたアプリっていうのが、はい、フィギュアというアプリなんですけども、これ映りますかね、はい、まあ、リズムマシンと思ってもらったらいいです、ちょっと音大きくできるかな。で、自分でいろんなあのパターンのリズムを作ってやっていくんですけど、非常にあの、なんていうんですか、音置いて下に置いてくる。あ、そういうことね、はい、ただカメラに合わせてしまってたのでごめんなさいね、はい、音って入りますかね。こんな感じですけど、はい、85円でダウンロードできるアプリなんですが、まあ、手軽に、別にあんまり音楽詳しくない人でもちょっとリズムマシンみたいなものをやってみたいっていう人にね、便利なんですよね。この見た目の感じがすごくかっこいいということで今1位になりました。はい、それから、まあ、まだこれから iPhone とか使ういうことですと、はい、電子書籍ってまだじゃあそんなに馴染みないですか。ないです、ね、馴染みないですか。で、私なんかもこう iPad とかで読むんですけど、やっぱりこう忙しい時手でね、こうして手で触っていかないといけないんですが、触らなくてもページがめくれるっていう。でこれ今出すんですけど、マジックリーダーって言いますけども、はいはい、今これインターネットで無料で読める、あのブラックジャックよろしくっていう漫画なんですけどね、はい、これ出します。ちょっとカメラ見えますかね。寄れますか。ちょっと置きますね。で今私このカメラにあの本に向かって正対してますけども、はい、どうかな。まあね、ちょっとまっすぐ向かないといけないですね、ごめんなさいね。はい、でこう今タイミング見て、上の星2つがね、2つ並んだ時がちょうど顔を認識するタイミングなんですけど、なかなか認識してくれないですね。認識してください。これはやってる人の顔を認識する、そうです、そうです、カメラで顔を認識して、でこう首を振ると本当はねページが行くんですけどね、ちょっと私今日首を振るだけで、振るだけで、ですから例えば置きっぱなしにしておいて、あ、今来ましたね、行きましょうか、行くのかな。やっぱ光の加減でちょっと今ねパッとすぐ来ないんですけど、例えばお料理してる時に両手が塞がってる、 あるいはあの油仕事をしててね、うん、やっぱ触れないとか、うん、いろんな事情でやっぱりこうそのまま置いてて次のページ何とかしてみたいという人いると思うんですよ、うん、そういう人に便利なアプリ。でこれはあの国連がやってるあのアプリケーションに対する賞があって、それを受賞した無料アプリで、無料で使えます。これはすごい、日本の人が作ったアプリです。女性の人とかに人気でそうですね。そうですね、レシピとかね、そう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 、確かに、そう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 、レシピも見ながら、中で読めるものは別に何って限ってませんが、自分で好きなものをダウンロードして入れるのもできるんですよ、はい、それからせっかく今日クリスマスの格好していただいてるんですけど、あ、そのアップルが iTunes で明日から無料のプレゼントをあげますよってアプリがあるんです。すごい、いいの。ですね、これ iTunes 12 Days っていうアプリなんですけども、私も今日入れてきてるんですけど、1日後に最初のプレゼントが届きますって今表示出てますね、はい、まだだから何が来るかわからないんですよ。ただアップルがこのアプリを入れてくれてる人には26日から何日間かあの無料でいろんなアプリとか音楽を差し上げますよっていう、すごい、そういうキャンペーンをやってます。すごい、はい、嬉しい。でこのアプリ自体は無料ですから、うん、入れておけば必ず入れた人にはもらえるという。何日後っていうのはランダムなんですか。いや、もうこれは明日からスタート、26日からスタートなんで、だから明日になったら初日、今日のプレゼントは何々ですって多分出ると思うんですけど、はい、私もこれ何がもらえるかわからないんですよ、はい、何がもらえるのか、まあ、分からない。第1回目あと1日で、はい、そうです、そうです、最初のプレゼントは届きますということですね、はい、それからあのお仕事で、はい、あんまりその計算することってそんなないですか。
電卓で計算することはあると思いますけども、はい、例えばこの、マイカルキュレーターというアプリなんですけど、ちょっと画面入りますかね、ごめんなさい、はい、3×9 ってやると、はい、仮定計算して2、うわすげー、で例えばあごめんなさい、これ実はあと数字40足さないといけなかったということで、ここで40って書き出すと、これで勝手にまた40で計算して、ね、すごい、すごい、で例えば、40のところを消してしまってイコール31と入れてしまうと、間に何の計算入れるか、あこれちょっとおかしくなっちゃいましたね、もう一回すごいですね、3×で空間にしておいてここを3とかにすると穴埋めで計算してくれます、すごい、と、はい、いうふうに、これ今簡単な計算しかやりませんでしたけども、うん、はい、数学の難しい、例えばあの学校の時に皆さん勉強してると思いますけど、はい、微分とか積分とかね、ああいった数式にあるものもこれ計算してくれます、すごい、冬休みの宿題がすぐに終わってしまう、そんなインチキやっちゃダメです、ちゃんと勉強してください、はい、これもマイカリキュレーターって言いますけども、これも無料でダウンロードして使えるアプリです、今から宴会とかがあるから、はい、みんなで出し合ったりするじゃないですか、はい、お金、はいはいはい、そういう時に計算で使うのは、そんな時は電卓の方がね、これもうちょっともうちょっとコミッタ、宴会の、ね、計算用のアプリもありますけどね、そんなのもありますけど、はい、それから、まあ年末年始ね、お友達とちょっとじゃあ今晩みんなで連れ立ってと、多分そんな日もあると思います、うん、そんな時気になる異性の人とちょっとお近づきになりたいっていう時のアプリとしては、うんうんうん、ゲームなんですけどもフィンガータイドって言います、ツイスターって知ってます、はい、ツイスターゲームでしたっけ、こう足と手を、ね、何番ってやる、こんなあれの手のバージョンだと思ってください、はい、ゲームそのものは簡単で、今なんかありますかね、ちょっと待ってね、ごめんなさい、決められた通りにマークをさすっていくっていうだけのゲームなんですよ、例えば今ここに丸いのが丸がありますから、これをもう一つの丸のところ指でこう持っていくっていう、これで終わりです、一つ一つは簡単なんですよ、で次、うんうん、全部のコマをこうやって埋めていって終わるんですね、うん、今1本の指でやりましたけど、これだんだん増えていって5本の指でやらないといけなくなって、すごい、そして6本目が登場した時には誰かに手伝ってもらわないといけないんですよね、その時にじゃああなたこっち持って私はこっちやるからってやるとる、ねね、手が当たってしまうでしょ、あ、はい、そういうゲームです、なるほど、それでドキドキする、そうです、そうです、あ、はい、とりあえずっていうゲームです、まあ、この手のゲームもね今年はたくさん出ました、それから今日は関西ウォーカーさんお伺いしてますんで、電子書籍、まあ、漫画も読まれることあると思うんですけど、だんだん紙の漫画からこういう iPad とかの電子書籍の漫画読む人すごく今増えてるんですね、で私も電車で時々満員電車でやっぱりサラリーマンの人がもう一生懸命スマホで漫画を読もうとするんですね、もう私の顔のここでいるのにここで読んでるからもう私の目に入るんですよ、わあ今日も漫画読んでるとか思うんですけど、いつも同じ人なんですけど、でそれぐらい今こういうもので漫画読む人増えました、でニコニコ書籍っていう、まあ、今日はニコニコ動画でも生放送でも配信してて伺ってますけど、ニコニコ静画っていう動画じゃなくてね、静かな画面で書いて静画というこういうサービスも今年始まってます、どんどんラインナップが増えてまして、有名どころの漫画がこちらのアプリで読めるというものですね、はい、まあ、お金はもちろんかかるんですけど、これは角川さんのタイトルも入ってますのでね、はい、漫画も読めます、で今年はだから電子書籍ということでこういうサービスも増えましたし、それからまあテレビのコマーシャルで見たことあると思うんですね、あんま Kindle とか Nexus ってコマーシャル見たことないですか、わかります、こういうタブレットのね、ものすごく多いでしょ、でやっぱりどこのメーカーが一番売れたかでこの後ものすごく買う人が種類を決めていくんですね、例えば iPad がいいって言ったらずっと iPad をやっぱ使うかもしれないんですから、だから今なんとかどこのメーカーさんもうちの機械を買ってほしいっていうのでやってるんですよ、ですから今年から来年かけてだから漫画もっと読めますよとか面白い小説読めますよっていうサービスまたまた増えてくると思います、そうですね、はい、まだいけますかね、まだ大丈夫ですか、はい、それから、まあ、スマートフォンまた持たれた時に、はい、
あのスマホが地図のアプリあるのはご存知ですか？はい、はい、今日も使ってきました。あ、そうですか。でね、Google マップっていうね、Google っていうまあ検索の時に有名な会社さんのアップ、はい、あのマップが新しくなってます。そうなんで、ものすごく便利になってるんですね。まあ今現在位置もね、ここで分かりますけども、ここの前の道がね、昼間どんな感じかっていうのを見るのに、ですね、Google Earth。ストリートビューというね、すごい、これ多分どっか見たことあるかもしれませんが、今江戸堀のこの交差点の前がね、立体的こう見えますね、すごい、はい、今ここの下のサンクス、前のサンクスの写真も出ますけど、撮ってきたとこだ、撮ってきこれ ね、はい、ね、向きを変えられないな、ちょっと待ってくださいね、上まで見れるんですか？あ、上までちゃんと空も見えてます。すごい、空あってもあんまり仕方ないんですけどね、はい、でもこの先どうなってるのっていうのはもうちゃんと矢印を押せばどんどん先へ行ってくれます。あ、すごい、ね、あ、すごい、わかりやすい、わかりやすいですね、迷わないですね、そうそうそう、ただ今日撮った写真じゃないから、あ、変わってるかもしれない、そうです、変わってるかもしれないけど、あんまり過信しすぎるといけないそこは判断してもらったら、ね、はい、いいと思うんですね、はい、日々日行くときにちょっと予習してね、行くとか、そうです、そうです、確かに大事、よく迷うんですよ、あ、私です、私もすごい方向音痴ですそうなんですよ、一回行ったとこでも間違います、間違います、ね、はい、あれなんとかしてほしいですねほしいですね自分がなんとかすればいいですよね、すいません、はい、まあざっと紹介しましたけども、はい、どうですかね、ウォーカーさん動画でもアプリの紹介書かせていただくことあるんですけど、なんか使ったりされます？これ最近見つけて使ってるとかあります？アプリ、そんなにないですか？LINE ですよね。ああ、LINE ね、ちょうど LINE の、私たちも使います、LINE、はい、は。LINE はやっぱり使ってますから、今私もちょっとこれ、iPad 用に今日は入れてきたんですけど、ちょっと立ち上げてないんで、全然データないんですけどね、はい。今ね、こういうスタンプとかね、たくさん買えるようになってますよね。うんうん、スタンプだけでも会話できますよね、できます、はい、うん。で、これはね、まあ、ソーシャルっていう言葉聞いたことあると思うんですね。はい、SNS とかね、要はメールとかでいちいち確認やると、携帯がちょっと短い文章を送ったりとかするでしょ。はい、で、ああいうものってアメリカでやっぱりすごいブームで、で日本もフェイスブックとかそういうものですごく盛り上がってるんですけど、まさか日本が作ったサービスでこんだけ日本中が沸き立つとは誰も思わなかったんですよ。で今日調べたら LINE のユーザーは8000万人らしいんですね。すごい、8000万人ってちょっと多すぎへんかと私は思ってて、日本の人口の半分超えてるんじゃないのって、そんなはずないと思うんですけど、そんな気しません？いやでも私の周り全員 LINE 使ってます。あ、そうなんですか。ねえ、はい、私おっさんですからあんまり LINE 使ってきたんですよ。LINE って何のこととか言われてしまうんですけど。でも、はい、年が上の方でも結構 LINE 使ってメールとかされてますよね。だんだんそう最近は増えてきてるんですけどね。うん、最初はやっぱり若い人たちは大人気で、うん、はい、LINE でしか連絡取らないという人もいるでしょ、今。今も LINE でしか取らないですよ、ね、メールの方が逆に、メールが届いたら、あ、メールが来たみたいな。あ、そうなの。逆に、あ、はいはいはい、久々にメール見たなみたいな時あります。はいはい。LINE の方がすぐに返せるっていうのもあるし、はい、まあ、あと電話番号で紐付いてるんでね、一時期間でも電話番号前に切ってたらそれで送れたりってね、ありますよね。ね、すごい人気だと思います、はい、来年はだからね、ひょっとしたら LINE をしのぐもっとすごいものがひょっとしたら出てくるかもしれないんですよ。あ、もしかしたら、うん、やっぱり LINE も1年間であっという間に大人気になったでしょ、はい、だからあれぐらいのこう短期間ですごいブームを作ることができるんだっていうことを知った人たちが、なんとかじゃあ自分たちも作ろうみたいなことで今すごい頑張ってるんですよ。うん、楽しみですね、ですね、はい、ということで、ですね、はい、まあ来年、まあ、ちょっとね、どんな話、どんなの出るかというのは、さっき Google マップというのをちょっと紹介しましたけど、はい、その検索ってパソコンとか、まあ、携帯でも検索できるんで検索とかやります？はい、します、ね、結構します。で出て検索結果見て、あ、これじゃないこれじゃないって探すじゃないですか、はいはい、あれがもっと賢くなるんです。もう始まってるんですけども、ナレッジグラフという Google がその検索しただけの答えを出すんじゃダメなんで、例えば私が今東京に行ってるとしますよね、はい、で東京でお弁当を検索したら、東京、私は大阪の人だから東京の味はあんまり知らないだろうということで、東京名物の弁当の方を先に出してくるとか、その携帯がどこにいるかっていう情報と
で検索してる内容を加味して結果を返すっていう、そういうのがだんだん始まってるんですね。すごいですね、ですから、使ってる場所と使ってる人とでその、まあ、タイミング何を探すかっていうのが今後やっぱり検索ですごく変わってくると思います。来年のアプリもまだ大事ですね。そうなんですね。でそのためにはあの機械ハードウェアの方をたくさんみんなに使っておいてもらわないと、ソフトいくら出してもね、いや機械持ってないもんってなるじゃないですか。だから今一生懸命電子書籍のタブレットとか、まあ、スマホもそうですけど、買ってね買ってね便利ですよっていうのを皆さん広告でねやってるんですよ。だから早くそれに乗ってください。スマホ持ってるんですよ。スマホ持ってるんですよ。タブレットも持ってない。持ってないです。はい、どういう感覚で持てばいいですか。タブレット感覚ですか。はい、ああ。スマホやったら電話がメインじゃないですか。はいはいはい。これやったらメインは電子書籍。これはでも使う方によりますよ。例えばあの動画を見るの大好きな人も多いと思います。私も動画よく見るんですけど、でもやっぱり動画って画面小さいとしんどいですよね。確かに何が映ってるんやろうって、やっぱりあんまり、ね、小さいので、やっぱりそういう時は画面大きい方がいいので、お家にちゃんとテレビが出せるんだったらケーブルでつなげばいいですけど、そうじゃない人はタブレットやっぱ大きい方でないと大変かもしれないですね。はい、まあ、毎日何を持ち運ぶか、あんまり荷物を置いても多くても大丈夫っていう人か、あるいはあんまり持ちたくないか、そこでもやっぱ分かれると思います。まあ、来年だったらまたたくさん機種増えると思うので迷ってください。はい、迷います。そうそうそう、うん、はい、サイズの問題もね来年また複雑化すると思いますけど、はい、まあ、そんなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、山村さんでした。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ああいう風に紹介してもらうとなんか欲しくなってきますよね。欲しくなります。ねえ、ほんでも前にめっちゃ悩んだんですよ、買うかどうか。家族でどれ買おうとしたんですか。あのドコモのやつです。携帯がドコモなので、はいはい、ドコモにあるやつをめっちゃ悩んだんですけど、結局買わなかったです。なるほど、ね、でも今のを聞いたらやっぱり欲しくなるよね。欲しくなる、うん、しかも値段も安くなってきてますね。なりますね、うん、ますね。ちょっと司会をもう一人紹介したいです。はい、はい、中に平坂君どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの編集部の白様です、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと次はあのまた別のコーナーが始まりますので、はい、白様の皆さん、はい、はい、とりあえずここで、はいはい、おはようございます。はい、ちょっと、はい、ありがとうございました。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 はい、はい、じゃあ続きまして、次のコーナーが、はい、ラマダホテルさんでですね、はい、あのファミリーウォーカー、うちファミリーウォーカー、はいはいはい、関西ファミリーウォーカーという雑誌もあるんですが、はい、こちらでコラボして、スイーツの方が、はい、あのコラボスイーツというのがありまして、ちょっとそれをご紹介させていただきたいので、ラマダホテルの山田さんをちょっと迎えたいなと思います。はい、お願いします。どうぞこちらの方にいらっしゃってください。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の名前呼ばれてないですあ、山田さんももうこっちに来ていただいて、はい、ありがとうございます。すみません。じゃあちょっと自己紹介をまずやらせていただいて、はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単にじゃあ、はい、ファミリーウォーカーの山田さんの方から、はい、すみません、あのファミリーウォーカー編集部の山田と申します。まあ、こちら の, あの関西ウォーカーの別冊 の, あのファミリーウォーカーというご家族向けの情報誌の方を作っております。はい、またちょっと詳しい説明は後でということで、はい、中津の方にありますホテルでラマダホテル大阪から参りました、ラマダホテル大阪の広報の山田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね山田山田でややこしいんですけどね両方とも山田なんですけどねはい、まあ、はい、うちの方とあのさっきねあの近藤さんの方から説明があったんですけど、うちの方で出してますあのファミリーウォーカーご家族向けの情報誌の方で、いつもあのコラボ企画っていうのも受けてまして、であの結構ラマダホテルさんとよくさせてもらってるんですけど、はい、今回もこの冬号でも、ラマダホテルさんとやらせてもらいまして、これですね、あの写ってますかね、プルプルスノーマンケーキっていうあのスノーマンを模したはい、とても可愛らしいケーキの方を作っておりまして、であの実際あの物を、山田さんに持ってきていただいたんで、はいはい、実物見ていただけたらなと思うんですけど、
プルプルしてますよ。プルプルしてます。可愛らしい、すごい、はい、帽子もかぶって。あ、そうなんです。帽子がポイントです。色が。これは、カメラに映るような感じで。ここでいいですか。こっちのちょっと集合させて。集合させて、はい。ちょっと赤がかなり傾いてます。すいません。見えますかね。はい。はいはい。じゃあ山田さん、あのちょっと味の説明とかなんか説明していただけたらなと。はい。まず、こちら赤い帽子をかぶってるスノーマンですが、これが、ミックスベリーとなりまして、中が主にストロベリーとかブルーベリーとかラズベリーとかベリー系のお味を楽しめるスノーマンケーキになってます。でこれが実は一番人気です。はい、これは層になってます。層になってます。発層からなってても、中を切ったら層になってるという、はい、こんな感じに。そうですね、こちらの方にちょっと後ろに見せます、ね、見えますか、落ちちゃったかな、こういう感じに、これをこの赤いやつを割ったらこういう感じで、はい、はい、そうです、半分に割ったら、そう、はい、そうになってる。頭からみっちり入ってますね。そうですね、もういろんな味が楽しめる楽しいケーキになってます。はい、はい、で続いて真ん中のこの日焼けしたあの季節感がない色黒のスノーマンですが、これがチョコバナナになってまして、まあ、あのチョコレートとバナナ の, あのこれもう鉄板です ね, そうですね、鉄板の子供も大人も大好きな味が楽しめるようになってます。であと味のアクセントでヘーゼルナッツムースが入ってたり、チョコフレートクが入ってたりと、こちらもかなり楽しい食感と味とで、こちらも人気ですね。はい、で、最後に緑の帽子をかぶってるんですが、これ味、何の味だと思います？緑なので、なんか、まあ、緑から連想する、ね、そう、連想する、まあ、まあ和風かなっていう、和風かなと、まあ、抹茶かなっていう、抹茶かなと答えありきで、ちょっと答えありきで、ありきですね、はい、言っちゃった言っちゃったありがとうございます。あのお察しの通り、これ抹茶好きとなっておりまして、で頭に抹茶ゼリーが入ってて、であの体の部分に、抹茶ムースや小豆とかが、バニラムースとかが入ってて、まあ、これ和風の味になって、抹茶と小豆とでも鉄板の組み合わせで、面白い味になってまして、であのこの日焼けしてるチョコバナナくんと抹茶小豆は今年からの新登場になってます。そうなんですね、はい、実は去年の冬も同様にあのコラボをやってまして、はいはい、でこの赤いやつはあの去年一応やったんですよ。ちょっと中身違うんですけど、はいはい、赤いやつは去年ファミリーウォーカーとまたコラボしてやったんですけど、で今年も、またスノーマン ものすごい好評だったんで、はい、まあ、何かできないかなっていうことで、可愛いんですよ。で、まあ、単純にね、あの一つのことやっても面白くないなっていう話になりまして、はい、で今回は3つの味で新しい種類を出してということで、はい、そうです。これがあれなんですよね、はい、1つの時よりも売れ行きがいいと。なるほど、やっぱ選択肢が広がったので、広がったらどうせなら3つ買っちゃう。そうですね、もう3つ連れて帰って食べたい、ね、はい、いただく方が多いのと、実は今梅田で、はいはい、スノーマンフェスティバルっていうのをやってるんですけれども、はい、これ映りますかね。こっちが正面で、ちょっと今カメラ位置を変えてもらうんで、はい、はい、梅田でスノーマンフェスティバル、はい、今日まで開催中なんですけど、はい、まあ、街中がスノーマンのオブジェとかケーキとかたくさん飾ってあるんですけども、実はあのこれって人気投票を今やってるんですね。でホームページで人気投票の、投票もできるようになってるんですけれども、実は今のところこの、はいはい、スノーマンこの3兄弟が1位をいただいております。すごい、人気投票1位です。すごいですね。スノーマンの数ってどのくらいあるんでしたっけ。結構ありましたね。結構ありますね。エントリーしてるのはね、20とか30とか。そうですね、かなりの、はい、その中での1位ですからね。1位なので、皆さんその可愛らしさを重視して、あ、そうですね、の中では、はい、雪玉展示したり、そうですね、こういう形で生成出たり、はい、食べられるし見れるしみたいな。そうなんです。僕もそのやっぱコラボさせていただいたんで、いろいろ気になって、他のスノーマン
スノーマンフェスティバル出てるやつとか見てたんですけど、これね、ぶっちぎりですこれぶっちぎりですそうですね、マフラーとまたハットをかぶってるのが可愛らしいです。そうなんですよ、すごいのがやっぱ一個一個手作りなんですよね。そうなんですよ、一個一個、うん、あの職人さんがやっていただいてるんで、はい、すごい手間暇かかった。そうですね、うん、顔の表情も違いますもんね。もう一個一個違うので、また可愛らしいみたいな、ね、お気に入りを、うん、見つけていただければと。であれなんですよね、スノーマンフェスティバルは今日までですけど、はい、そうです、このラマダさんで買えるこのスノーマンケーキはまだ全然2月いっぱいまで、2月28日までやってますので、はい、まあ、クリスマス終わってもね、あの、はい、バレンタインとかでもね、そうですね、使っていただけますし、ね、はい、もうかなり喜ばれると思います。これは限定とか、限定各10個ずつで、はい、今のも答えありきみたいなちょっと臭い感じがしました。10個はなんだよな、結構争奪戦なんだ。あの、ね、各10個ずつなんで、合計30個です、ね、はい、まあ、でもそれでもね、売り切れやっぱ毎日ね、うん、毎日そうですね、うん、もう夕方には姿が見えなくなってます。あ、売れてったんだっていう。なるほど、はい、なかなか社内のスタッフでも買いにくいという、うん、そうですよね、あ、売れてしまった、いや、ラビテがかかってたらそれは、そうですね、それで1個しかも390円という破格の安さなので、こんだけ凝縮されて、ね、そうなんですよ、すごいですね、はい、で、ラマダホテルさんの1階の、はい、トレトレボンという、トレトレボンというお店で、お店でケーキとかパンとかのショップになります、はいはい、できれば午前中とかお早めにお求めいただけたらと思いますね、はい、ぜひとも一つよろしくお願いいたします、お待ちしております。あとファミリーウォーカーの方もあの現在絶賛発売中ですので、もちろんあのスノーマンケーキの方も載ってますし、他にあの冬のね、あのご家族のおすすめの遊び場、いろいろ屋内施設であったりとか、あと最近流行りのトリックアートとかね、そういうところも特集してますんで、よかったらまた書店コンビニであのチェックしていただけたらなと思います。はい、せっかくなんでね、白沢君がちょっと食べたい、あら、食いしん坊なもんちょっと、そうなんです、ね、見たいなアイドルの方じゃんちょっとアイドルの方とかに行ってしまったら、ごたぼうなんで、はい、ごたぼうなんで、ちょっと暇な私絵柄がちょっとね、うん、ちょっと頭からいかれるんですけど綺麗じゃなくなりますけど、ちょっとまあちょっと綺麗に、そうですね、ちょっと可愛い子、可愛い子、じゃあぜひ食べていただいて、せっかくなんで、ちょっと頭だけ、まあ、白沢さんにちょっと切ってもらって、どんな感じかというとね、はい、おお、来ていただきました。かわいい、かわいい、ちょっとかわいい、すごい、雪山だ、え、どこ行ったらいい、はい、あ、こっちの方座っていい、超かわいい、やばい、やばい、切って申し訳ないんですけど、こちらの方ですね、よいしょ、ごめんなさい、こちらの方がですね、よいしょ、ラマダホテルさんのとファミリーオーカーさんの、よいしょ、すごいかわいい、ありがとうございます、スノーマンだ、え、すごい、中身も美味しそうですね、はい、あのストロベリーゼリーとかストロベリームースが、わー、ストロベリーのムースだ、まだどうぞ、え、食べていいですか、いただきます、美味しい、聞くのがちょっと早い、食べ真っ口に、ムースがめっちゃ美味しい、ね、ムースが美味しい、はい、めっちゃいい感じに滑らかで、酸味もちょっと効いてて美味しいです。あ、素晴らしい、はい、食べる食べる、あ、フォークありますよ、ここ、あ、ありがとうございます、違う味でも、違う味で、こっちが、抹茶好きで、こっちがチョコバナナで、チョコバナナ、チョコバナナで、あ、抹茶がいいかな、どちらがいいかな、いただきます、なかなかね、可愛いんでね、あの切るのもちょっとちょっと躊躇しちゃう、顔だけ残しておきましょう、正確でそうですよね、こ中身はどっから切るかで、中身こんな感じで、かわいい、チョコレートのムースが入ってるんですけど、うん、ちょっと寄ってもらえますかね、見えますかね、チョコレートのムースがたくさん入ってます、すごい、じゃあリータンどんな感じ、いただきます、うん、美味しい、チョコバナナ、ちょっとバナナバナナなんだこれ、帽子がバナナの味するんやね、うん、すごい、そうなんですよ、バナナゼリーが入ってる、あ、そうなんですか、なんかムースはチョコやけど、どこだ、これか、あ、じゃあバナナゼリーが入って、すごい、ゼリーも入ってるんだ、だからプルンとしたんだ、口の中が、うんうん、すごい美味しそう、美味しそう、いや、食べていただいて大丈夫
うん、もっと食べたいってこと。あ、もう全然食べることない。お預けかなと思って。すごい美味しい。今から抹茶の方も、はい、抹茶食べよっか一緒に。じゃあ、よいしょ。抹茶超好き。あ、汚ねえな。はい、じゃあいただきまーす。めっちゃ美味しい。あ、もう声がね、声にならない。声にならない声で。下のなんだろう。なんかサクサクしたやつも食感が、食感が面白い。楽しい。小豆も入ってる。これうまいぞ。チョコフレークだって。うん、あ、ちょっと残酷になっちゃったよ。これ美味しいですね。どれが一番お気に入りでした？3つの中で。抹茶ですかね。あ、抹茶。ちょっと待って。あ、私はミックスベリーです。ミックスベリー。はい、一応一番人気なのが山田さん、ミックスベリーが一番人気で、まあ、でもそれぞれ個性があるんでね、あの自分の好きなものをみんな買っていかれると思うんですけど、見た目もすごい可愛いし、女子が絶対ゼロ個分いいです ね、 ね、ありがとうございます。美味しい美味しい。これがあの2月の末まで、あのラマダホテル中津にあるラマダホテルさんの1階の、はい、トレトレボで、はい、あの販売中ですので、もしよかったら中津行くことあったら行きます、はい、行きます行きますか、明日行ってください。明日、はい、しかも午前中にできたら、午前中に売り切れちゃう。安いね、安いですね。これ390円、安い。なかなかね、このクオリティで本当食べていただいて、見た目だけじゃなくて味もかなり、ああもうちょっと偉いことになりますね。首がもぎちゃいました、ね、首が支えれなくなっちゃった。支えれなくなっ、まあ、すぐあのこの後も食べていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。食べに来たみたいになっちゃって、すいません。美味しい、美味しかったです。ありがとうございます。美味しい。あ、いいんですか。美味しい。じゃあやった、ミックスベリー一番頭落ちないようにね。お気に入りをいただきます。ありがとうございます。はい、はい、食べていただいてすごい綺麗な絵でしたね。綺麗な絵で、白沢さんじゃなくてよかったです。山田さん、なんかあの最後ラマダホテルさんからあの告知とかもしあれば。そうですね、はい、今年ですね、12月31日にカウントダウンパーティーを、はい、カウントダウンパーティー、はい、ありますので、まだチケット販売中ですので、はいはいはい、よかったら来てください、はい、なんかどなたが来るとかは、そんなもんなんですね、はいはい、ちょっとシークレットゲストが、なるほど、ここじゃちょっと言えないけど、そうですね、はいはいはい、あの来てからのお楽しみということで、なるほど、気になる方はぜひ、はい、ぜひ、はいはい、よろしくお願いします。この前あれですね、あの誰が来てましたっけ、この前クリスマスのイベントで、はね、あの三つ葉グローブさんと、あ、三つ葉グローブ、関西のナジャグランディーバさん、はいはいはい、もうその業界じゃ有名な、そうですね、かなり盛り上がりましたね、はいはいはい、盛り上がりそうですね、はい、あの、まあ、そういった方々が、なるほどなるほど、まあ、カウントダウンもそれに負けないぐらいのビッグなシークレットゲストがいるということで、よければ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、山田ホテルの山田さんと関西ファミリーウォーカーの山田さんと、はい、山田さんの2人でした、はい、ダブル山田でした。ありがとうございました。どうもどうも。食べ損ねました。食べようとしてた、食べようとしてた、すごい美味しそうで。じゃあちょっと、ね、はい、また今年を振り返る重大ニュース、はい、ね、また第2弾がまだ戻りたいんですけども、ね、はい、はい、じゃあまずちょっとゲストの方お呼びしようと思うんですけども、ね、日本橋のフリーペーパーポンタブ編集長のですね、くすのせさん、ご登場お願いいたします。お願いします。はい、どうぞ。じゃあ、こういう、なんだこの、お願いします。え、こんな、あ、マイク拾わないで、あ、マイク拾わないで、はい、あ、はい、こんにちは、日本橋の、フリーペーパーポンタブというね、はい、フリーペーパーを編集長やってますくすのせです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。今日も今年もね、もう間もなく終わってしまう。そうですね。ちょっとね、そのいや、まだ終わってないんですけどね。いや、まだね、まだいろいろやらなきゃいけないことはいっぱいあるわけですね。まだまだ僕らはね、まだまだね、何があるんですか。僕らまだ28日まで目いっぱい仕事。いやね、うちも一応28日まで仕事があって。はい、
30日はケーリングランプリとか、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね。いやいや、もうその話はやめましょう。何の話なんだか、ね、いつも自分のところのユーストでやってることと同じようなことやったらいかんですよね。呼んでよ、せっかく呼んでもらってるんですから。もう今回も自由な感じでやってますので、何でもありですので。さっきからもうそこの、おやつとか、はい、ばっかりいただいてましたけど。横でね食べてはりました、ね。そうですね。もぐ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 ね。はい、うちのユーストは1時間そんなことばっかりして終わる週もあるんですけどね。そうですね。ね。何の話でしたっけ。くすのせさんの中で今年2012年の重大ニュース。そう、重大ニュース、はい、いやもう10個も言ってられへんでしょう。思いに大きいの重大ニュースをちょっとね、そうですね、発表していただきたいなと思います。まあ今日、まあ、呼んでいただくときに、まあ、一応日本橋の、まあ、話をちょっと、まあ、してくださいみたいなことだったので、はい、まあ、ちょっと持ってきたんですけどね、はい、こちらですね。なんかちょっともうちょっとなんかいいフリップをね作ってこればよかったんですが、ごめんなさい、今日急ごしらえでお昼に作ってたもんで、はい、そうですね、まあまあ、どうしてもねやっぱり、今日ね前半で、難波経済新聞と、はい、まあ、安倍の経済新聞の編集長の方がそれぞれ、ね、お話しいただきましたね、はい、されてたんですけど、まあ、どうしてもその日本橋というエリアがですね、まあ、難波と、はい、その安倍のに挟まれた、はい、まあ、ある種エアポケットみたいになったところでして、正直な話、はい、今年なかなかいい話題っていうのがニュースそのものは、はい、まあ、いくつもあるんですけど、ちょっとやはり残念なことに、はい、ちょっと、ね、そのネガティブな話題、例えば、まあ、まあさらっと言ってしまうと、はい、日本橋っていうとどうしても皆さんメイドカフェであるとか、まあ、そういったことをよくそのイメージされる方がいるんですけれど、はい、やはりこの 1,2 年の間で特に、はい、そのあまりちょっと筋のよろしくないメイドカフェがいっぱいで、まあ、出てきてるっていうようなことが、はい、各メディアをにぎわしたりとか、なるほど、まあ、なかなかねちょっとそういうことを喋るわけにもいかないん で、はい、まあ、でね、年末からそんな暗い話してもねあれなんで、まあ、はい、ちょっとそうじゃないね、ちょっとポジティブにこういう面白い動きがありますよということを、まあ、3点ぐらいまとめてみました。はい、今ちょっと彼が持っていただいてるんですけれど、はい、まあ、まず一つ関西ウォーカーさんでも一度、はい、紙面で取り上げているとは思うんですけれど、はい、ご紹介します、ね、まあ、ちょっと一番メジャーなところで、はい、ちょっと、まず、まあ、ね、いろんなニュースで目にした方もおられると思うんですが、はい、東京チカラ飯というね、まあ、東京の方では、ね、かなり有名な焼き牛丼のチェーンらしいんですけれど、はい、まあ、それが今年関西、まあ、東京以外の初進出を図るということで、その、はい、第一弾として関西にまず1店舗出した、はい、まあ、その1店舗が普通東京のそういう外食とかのチェーンが関西に出るとき、例えば、はい、普通は梅田とか難波とかなんかそういうところに出るのが普通なんですけど、なぜか日本橋だったと。そうですよね、まあ、そこが珍しいなとちょっというところで、はい、実際、まあ、私自身も、まあ、話の種に初日の朝10時にきちっと行って、はい、でなんかテレビ映ったりもしてたんですけど、まあ、行列で来てましたもんね。そうですね、はい、で、まあ、それから、まあ、それが10月の末の話なので、2ヶ月経つわけですけれど、まだやはりその、まあ、物珍しさもまだあって、お昼とか夕方にはかなり今行列ができてるということもまだありますから、相当、ね、そういう意味では、まあ、1店舗目は好調なスタートダッシュを決めたんじゃないかなと思います。まあ、これからその2店舗目3店舗目を、まあ、どういった、まあ、関西でどういうチェーン展開されるのかわからないんですけれど、まあ、1店舗目にその日本橋を選んでいただいたということに、まあ、敬意を表したいし、これからの、動きにもやっぱ注目はしていきたいなと思っています。そうですね、実際食べることもできたんですよね、力飯。お味の方もどうなのかなと。そうですね、はい、まあ、まあ、ここら辺は個人差があると思いますんで、はい、まあ正直言ってね、300いくらのもんにねそのうまいまずいとかいうのをね真剣にね、その評論をしても仕方がないんですけど、まあまあファーストフードとしては非常によくできてるしと思ったし、ね、その意味ではなかなか面白い。他ではまあ言うたら牛丼言うたら我々ね吉野家だとかさんだとか好きとかそういう煮る、そうです、煮込んで煮込んだものっていうのが普通だと思ったものが、ああいうまた新しい、はい、ことをやってるってわけですから、そこはまあ面白いのかなと。まあ、それで今、ね、
よそのチェーンさんも、ね、急になんか焼き牛丼って、ね、なんとか焼肉丼とか出しましたけど、はい、だそういう意味ではやはりあの今までないものを、まあ、考えてそれを流行らせたっていうことはもう素直に評価をすべきかなと思います。そうですね、火付け役ですね。そうですね、というような、まあ、一応メジャーなところで言えばまずそういうその点が、1点目で、挙げられるわけですが、はい、まあ、あと2点目3点目というのは、まあ、今年あったことでもあるんですが、今年そういう動きがあって、来年ぐらいにちょっと本格化するのかなということも含めてのちょっとお話になるんですけれど、はい、2店舗目、まあ、今ここでもまあ、ユーストリームはニコ生で配信をしてますけれど、こういう配信設備を持ったお店というのが、日本橋でいくつか、特に今年の後半ぐらいから、はい、ポツ2、3店舗4店舗ボコボコと出てきて、はい、それがまあちょっとまだできたばっかりなんで、その評価、それぞれのお店についての評価をするのはちょっとまだ早いとは思うんですが、来年ぐらいになってそういうお店がどういうふうに、進化していくかっていうのがちょっと面白いなというのがあって、はい、まあ、うちのポンタブの方でも次号の、まあ、1月来年1月に出る次号でちょっとそのあたりの動きを、ちょっと集中して取り上げようかなと思っています。まあ、だから今こうやってやってるように、もう2、3年前と比べたら、はい、まあ、今こういったそのネット配信をするっていうことの3年ぐらい前だったらこんなことあんまりやろうと思わなかったじゃないですか。それが、そうですね、関西ウォーカー TV さんも始められたのが2年ぐらい前だったと思うんですが、そうですね、2年ぐらい前、まあ、それでユーストリームというものができた、まあ、それに前後して当然ユーストリームだけじゃなくて、ニコニコ生放送というものもできたりとかで、そういった機材もいろんなものが出てきて、その普通の人がそれをやるハードルっていうものがぐんと下がりましたよね。でまたそこから、でもそれまでは、はい、自分たちがその機材を一通り買わなきゃいけなかった、うん、というのがこれまで、機材も全部用意してでやっと配信できるみたいな、そうそう、ところが、まあ、あのその 2年ぐらい前からいろんなところで、まあ、大阪でもいくつかありますよね、いわゆるユーストリームスタジオといった、まあ、一応ブランドで展開する施設が市内にもいくつかできている、まあ、それだけじゃなくて、その、はい、特にまあユーストリームということも限らず、まあ、ニコ生でもいいわけですけれど、いわゆるそのネット配信をするといったような、ことが、施設がある程度もうパッケージになってお店の中にあるような、うんうん、そういう、まあ、そういうお店が増えて、増えていると。日本橋でまあ今5つぐらいあるんですよね。その5つっていうのがもう全て、去年の終わりぐらいから今年にかけてできたようなお店である。そこら辺これからどういった流れになるのかっていうのがちょっと、うん、まあ、興味も、うちも、週1回、はい、ユーストをやってますので、そういう意味でも興味が、持てるところかなというのがちょっと今年の面白い動きかなと、うん、新しい傾向としてですね、それが、まあ、そういったお店が、まあ、面白いっていうだけじゃなくて、まずそのビジネスとしてちゃんと続けていけるのかということも含めて、ここ重要じゃないですか。いいですね、なかなか日本橋でその思いつきで新しいことをやったはいいけれど、やっぱりその1年ぐらいしたら知らん間になくなってたって、人知れず消えてるっていうようなケースって結構ねあるんですよ、はい、まあ、そのあたりも含めて我々ずっとニュースを追ってるわけなんですけれど、まあ、そういう感じですかね。あと、まあ3つ目いいですか、はい、まだ時間あります、はい、まあ3つ目としてこれはまあ来年こんなことがありますということになるんですが、ちょっと3つ目を出していただけますかね。まあ、あのちょっとこれはもうね、その難波というエリアにも関わってくるんですが、いわゆるみそのビル、はい、ご存知ですよね。そのみそのビルさんの、中にある、ライブシアター難波、ベニズルさん、ベニズルさん、あの、はい、まあ、関西ウォーカーさんのね、あのイベントなんかも一回やったことがあると思うんですけど、ね、はい、その、ベニズルさんとですね、まあ、ちょっとそこを舞台にして、なんかそのいわゆるボードゲームの、はい、そういう好きな人たちのそういう集まりがあったりして、まあ、味噌のアナログゲーム研究会って言うんですけれど、はい、そこがね、自分たちでそういうボードゲームをオリジナルで作ろうっていう今企画をしてるんですよ。なるほど、まあ、代表的なんで言ったらオセロとかそういうんですよね。そうですね、まあ、そうですね。それでその中でなんか日本橋を舞台にしたなんかゲームを作ろうっていう企画が進んでまして、はい、ちょっとね、まあ、うち の, そのポンタブの方でも少し取り上げたんですが、ちょっとこちらよろしいですかね、はい、ポンタブの方でも少し取り上げたんですが、
そのね、右の、すくみずのね可愛い女の子のところなんですけれど、はい、まあそういう日本橋でね活動してるその、まあ、今言うていいのかな、その地下アイドルっていう言い方がちょっとね、はい、あのまあまあ地下アイドルってことですね、ちょっとなんかそういう地下アイドルって言い方をまあ好まないまあ方もおられるんで、まあそういういわゆる、はい、まあ、インディーズで活動してるまあそういうアイドルの、方とです、ね、を、まあ、主人公にしてそう日本橋の街を巡るようなボードゲームを作ろうという企画が、そのみそのビルのその方でね、お店の方で進んでると。まあそれで、はい、まあ、うちもちょっと協力はさせてもらうんですけれど、はい、これがね3月ぐらいにその具体的な形が出てくるってことで、まだちょっとね本当なら一応言うた、開発してる人も言うたんですよ、今日こんなんあるから、はい、できるだけあの言うてくるから、どういう内容なのか、できるだけそのプレビューのとかイメージが、はい、画面とかでもあったらくれ言ったんですけど、ごめんまだそこまでないって言われて、まあそれでちょっとこういう、まあ、ちょっとまだ曖昧な形でしか私も言えないんですが、あの、まあ、そういったものを今、鋭意開発中で、来年のまあ3月がめどや言うてるんやけどね、もういやこれね、開発担当の、皆さん見てるったら、3月までにやれるんですよねってもうここで 言うときますわ、まあ、プレッシャーをかけて、そう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 、はい、そういう動きとかがあったりして、はい、またそれも、できた時には、まあ、うちの方でもなんかちょっと、PR の手伝いもさせていただこうと思ってますし、ね、ちょっと注目かなと。まあ、うち的なねちょっとその肩入れをしてるっていう部分でかなりちょっとうちもそれを押しちゃったんですけれど、そんな感じですかね、まあ、日本橋の今年のちょっとねネガティブな話ではなくて来年に期待の持てるニュースというところでちょっとまあいくつか、ピックアップをしてみました。来年どうなってるかもすごい楽しみですね。そうですね、まあ、そういったこともまあ、うちのね、ポンタブの方でだいたい1月新年に出る1月号っていうのは、その前の年の一応その出店とか退店 そのデータ的なところをちょっと取りまとめたような記事っていうのも載せてますんで、だいたいこの何年かの傾向で見てるとちょっとその新規の出店がある年があるなと思ったら翌年その反動が来るってことの繰り返しなんですよね。だからと長い5年とかっていうスパンで見たら実はそんなに増えても減ってもないっていう、なかなか増え出ていく店もあれば出てくる店もあればやっぱりそれだけね撤退していくところもなかなか多いですし、まあそういったそのどちらにせよそういう移り変わりが常にあるというところが、やっぱり日本橋の面白さなのかもしれないですけれどね、また新しいものがそれだけ生まれてくるいうことですから、はい、まあ、いいですかね、はい、じゃあ、ね、こちらポンタブさん、そうですね、はい、まあ、せっかく来たんでちょっとごめんなさい、はい、宣伝させてくださいね、はい、まあ、うちの方でねポンタブという、フリーペーパーを、まあ、1月4月7月10月と、まあ、期間で出してますんで、はい、ね、まあ、ぜひ日本橋のいろんなお店で、まあ、今70店舗ぐらいでありますので手に取ってください。あとこれももう、ね、最後にここ、これ映ります URL ですね、はい、そう Facebook ページもありますんでね、ポンタブの Facebook ページとかまたね、はい、詳しいことはご覧いただけたらいいかと思いますんで、はい、こちらにそのお店のねオープン情報とかそういったことも、随時それは紙面とは別に随時アップしてますんで、はい、またそういうのもご覧いただけたら、オンタイムの情報もこちらを見ていただければ、ね、はい、皆さんぜひチェックしてください。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。こちらこそ、今日はなえらいなんかお時間に頂戴してとんでもないです、ありがとうございます、ありがとうございました。コアの日本橋の情報を、ね、はい、新しく、まあ、来年もいろいろ期待ですよ、日本橋ちょっと、まあ、いろんな試みを、ね、されているエリアでもあるので、じゃあ次続きましてですね、はい、お呼びしますけども大丈夫ですか。もう一人山本さんもやってらっしゃるんで、もういいですか。はい、その京橋とかの方おばさんいらっしゃるのか、ちょっと外に多分いらっしゃる、ちょっと呼んでおばさん、おばさんいらっしゃらない、まあ、みんなの経済新聞、京橋の方、はいはい、はい、どうぞ。お願いします。真ん中の方どうぞ。お願いします。
はい、まずは自己紹介の方からお願いします。はいはい、京橋経済新聞の大場と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと大場さんの、はい、あの今年の重大ニュースというのを京橋ですよね、はい、ご発表いただきたいんですけども、はい、はい、京橋は結構梅田とか難波とか阿部野さんにあの大きなニュースがあるんですけど、はい、まあ、ちょっと京橋は、まあ、地味な感じで、はい、やってるんですけども、はい、そんな中でも、はい、一つ目なんですけど、実はこの間あの京橋からギネス記録が誕生していたという。ギネス記録はい、どういった記録なんですか。はい、ですね、臨床2000、京橋がと、まあ、東京の、まあ、会場が拠点になってたんですけど、あと全国10カ所をあの光回線でつないで、はい、で大体それで2200人、はい、いるんですけど全会場で、で、その方たちが、臨床をするという3分間、はい、でそれを達成して、一応ギネス記録と。そんなようなイベントですか。あ、そうなんですよ、ゴールデンボンバーさん。あ、そうですそうですそうです、あの東京の、そうです、あの NTT さんの光回線を使って、やったんですけども、はい、そうなんです、そうなんです、そうなんです、あのオリコンさんの10周年のイベントかな、はいはい、で、そのギネスに挑戦しようという試みをされまして、はい、見事東京では、そうなんですよ、ゴールデンボンバーさんが、はい、出演されたんですけど、京橋はここそのプロジェクトリーダーのソナーポケットさんが、はいはい、ゲストでいらっしゃって、はい、でその、ソナーポケットさんのあなたの歌っていう曲をその2000人で臨床して歌ったっていう、はい、その2000人っていうのが、まあ、新しい記録になったという。そうですね、その前までが1631人で、臨床したっていう記録があって、それを破ろうっていう、はい、2000人って結構大変ですよね。そうですね、しかもあの沖縄だったりとか名古屋だったりとか、まあ、高知だったりとか、すごい全国いろんな会場をその光回線でつないで、はい、やっていたという結構壮大な、はい、企画で。場所一つ、京橋が。そうなんですよ、京橋の IMP ホールだったんですけど、実際そのギネスの、あのギネスからもちゃんと外国の審査員の方も来ていて、はい、で実際その方が見てあのいらっしゃる中歌って、すごいですね。で今あの真ん中のあれが証明書なんですけど、はい、はい、証明書が、そうなんですよ、あの写真が、はい、そのポケットさんなんですけど、はいはい、もうすぐそこで認証ってなって、すぐその場で証明書をいただいて、はい、そうなんかもう、はい、もう準備もしてて、多分そうですね、まあ、記録達成したら、そうですね、記録達成したらもう渡すっていう感じになってたんだと思うんですけど、はい、見事そうなんです。これギネスのその賞状とかって飾ってあるんですか、はい、どっかに。あ、なんか事務所に持って帰ってどうしようっていう話されてましたけど、ちょっと今どうなってるかがわからないんですけどどこにあるのか、はい、ちょっとわからない。もうそんなわけで事務所に飾られてるのか、はい、だと思います。それは京橋で実現した。そうですね、京橋のホールで、はい、渡すところを 見ましたね、はい、実際に。他にはどんなニュース。そうです、他にはですね、実は、はい、実はロンドンオリンピックの銀メダリストの、はい、あのなでしこジャパンの、はい、大宜味優希選手、はい、ご存知ですかね。旧姓が、長里選手ですかね、違うですかね、そうだったかな、旧姓、そう、ご結婚されて、はい、はい、なんですけど、大宜味選手が実は、22日に宮古島のサッカースクールにいらっしゃってて、はいはい、であのサッカースクールを開いたっていう、ちょっとこれまだ今日あげようと思って記事になってるんで、写真を持ってきたんですけど。出身とかなんですか、なんかそういうゆかりがあるんですか。いや、全然もう全然関西とかゆかりがなくて、でたまたまそのサッカースクールのスタッフの方に、その大宜味さん夫妻となんか親交がある方がいらっしゃって、はい、でそれで実現したっていうこと。明るいですね、それはもうだったんですけども、ロンドンオリンピック大活躍の選手。そうなんですよ、で、あの その前の日とか、あの仙台とかでそのチャリティーとかのイベント、はい、多分あのに出られてて、で夕方の全国放送とかでも流れてたので、まあなんかすごい方が明日来るんだなとか思いながら取材行ったんですけど、すごい気さくな方で、であの
大阪でこういうスクールするの初めて、関西でするのが初めてだそうで。あ、そうなんですね。はい、なんか関西の子供たちは元気がいいってすごい言っていらっしゃいました。いや、喜ぶでしょうね、はい、そんな。そうですね、子供たちも女の子とかも男の子みんなも混じってっていう感じなんですか。今回はそのなんか大宜味さんがやっぱその女子サッカーの普及とかをどんどんしていきたいっていうのがあるらしくてですね、はい、で今回は小学生の女の子39人集まってやったんですけども、はい、みんなすごい元気で、もうあれじゃないですか、女子サッカーもすごい根付いてきてるというか、そうですね、なんかすごい人数が、はい、増えてきてるみたいで、オリンピックの銀メダルも見せていただきました。すごい、なんかもう言っていいのか分かんないですけど、トランクからもうゴソゴソって出てきた、そういう感じで、そういう、はい、そういう感じで持ってきてらっしゃるんだと思いながら。あ、これ風景ですね。そうですね、これ実際もう本当近くで教えて、そうなんですよね。その後も試合をやったんですけど、大宜味選手も入ってですね、はい、こうやってみんなでちゃんとでもゴールしてました、小学生の子たち。はい、みんな上手いんじゃないですか、もう、はい、なんかね、将来なんかなでしこジャパンに入りたいっていう子もやっぱりたくさんいて、すごい、はい、感想を聞いてみたんですけど、はい、すごい結構小さいお子さんもいますよね。そうですね、あの低学年から高学年の子たちも幅広い年齢層の子たちが集まってたんですけど、もう3位とかすごいもらって、写真もすごい気さくに撮って、はい、くれていて、すごいいい方でした。へー、はい、なるほど。ロンドン五輪で大活躍した大宜味選手が、そうなんですよ、はい、実は京橋に来ていた、京橋で宮古島、はい、関目の方なんですけど来ていたということで、もともとそういうイベントがありますよということで、はい、まあ、その女の子たちを、あ、そうですね、はい、もともとそうですね、こういうイベントしますよっていう告知をされていて、そうです、はい、で募集して、多分そのスクールが主催しているので、そこに通われている子たちも来てたんですけども、それ以外でも来てたのかな、なんか、はい、でもすごい朝早くから何時頃、8時、多分9時とか8時とか、めちゃめちゃ朝早い時間からみんな集まって、はい、サッカー頑張って元気ですね、皆さん、はい、もう楽しそうでした、はい、明るいニュースですね、これも。そうですね、なんかもうあんまりこう何がオープンしたとかいうのが、あんまり京橋が、そういう催し物というか、そういう動きが結構、そうですね、そうです、あとはあの大阪城があるので、はいはい、大阪、そうなんです、ね、はい、大阪城のイベントとかは、はい、時々アップさせていただくんですけども、はい、バルイベントでも結構あったりします、ね、京橋はすごく多くてですね、私京橋だけでも 3,4 回やってますし、ガモ4丁目とかでも初めて、今もすごい人気ですよね、はい、結構すぐにチケットも、ね、そうですね、すごいチケット売れてしまって、当日お店行っても入れなかったりとかいうことも結構起きてるみたいで、そうですね、それからも、はい、企画されてくって皆さんおっしゃってました、はい、そうですよ。他の個人的なニュースみたいな重大ニュースがありましたか。個人的個人的京橋含めてもそうだけどみたいな、これあったなみたいな、京橋含めてもなんかそのバルで、はいはい、そのなバルのやつ、なんかそのおさジョンなんだっけ、ね、ジョンか、ちょ、ごめんなさい、なんかお酒をどんどん飲んでいって、はい、まあ、その飲んだ杯数が多い人に表彰とかいう、そういうあのバルイベントもあったんですけど、でその表彰式に取材させていただいた時に、もうその方がすごい酔っ払ってて、はい、もうその人自身も酔っ払ってた、そうなんですよ、一緒に参加して、もう そうなんですよ、もうすでに酔っ払ってらっしゃって、はい、ですごい取材が大変だったっていうそうですよね、もうなんかコメントは来ないんだから、そうなんです、そういう思い出があったりとか、はい、まあ、あともうちっちゃいニュースから京橋でいろいろ行ったりするので、来年はなんかありそうな予感ありますか。来年、そうですね、なんかそのすごいローカルなんですけど、はい、まあ、こういうユーストリームみたいな感じで京橋テレビとか宮古島区テレビみたいなのを発信する方が、はい、はい、増えてきて、なるほど、今日もこの後配信が
京橋テレビありますので宣伝しちゃいました、ね、はい、この後、9時から、京橋テレビ配信しますので、ぜひこの後多分私も行きます、はい、あの何で検索されてるんですか、京橋テレビ、はい、で大丈夫だと思います、はい、ユーストリームで配信しますのでぜひご覧ください。毎週やってるんですけども、結構出演者とかも募集してて、はい、私出たいとかあれば言っていただけたら、はい、直接大和さんの方に、はい、直接、はい、ご相談していただきたいなと思います、はい、毎週火曜日の9時から、そうですね、京橋テレビは毎週火曜日の9時からで、はい、宮古島区テレビっていうのもあるんですけど、はい、それが毎週金曜日の朝9時から、はい、やってますので、はい、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、また、はい、そちらの方もぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、では京橋経済新聞の大場さんでした、はい、ありがとうございました。通勤で通るんですね。あ、そうです、ね、白坂は通勤で通る、あ、沿線ですね、はい、じゃあ続きましてですね、琵琶湖大津経済新聞の松崎さんにご登場いただきます。はい、こんにちは。はい、こんにちは。自己紹介の方をちょっと簡単にお願いします。あ、ですね、はい、琵琶湖大津経済新聞、やっております、ドットラボの松崎と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、松崎さんの方からですね、はい、今年の重大ニュースということで、重大ニュースね、はい、ちょっと発表いただきたい。重大というのは重い大きいですね。重い大きいの、はい、もう、うちのですね、琵琶湖大津経済新聞は、はい、まあ、滋賀県ですね、滋賀県の方でやってるんですけど、まあ、滋賀県というと今年ね、あまりいい話題に恵まれずですね、はい、いじめの問題から始まり、はい、選挙の前には片さんのね、新党立ち上げとか、まあ、そういう全国ネタはたくさんあったんですけど、はい、民系的にアプローチしにくいネタが多くてですね、まあ、非常に困ってたんですけども、まあ、滋賀県はまあ、こっちの関西大阪とかからドライブとかね行かれる方も多いと思いますけど、はい、まあ、まあ自然は豊かなんですけど、なかなかこう世の中でこれはっていうような動きに、まあ、ちょっと乏しいところもありましてね、まあ、そういう中では地方都市、どこもやっぱり今こう中心市街地っていうのが非常にこうシャッター街みたいになってね、はい、まあ、そこをなんとかせなあかんということで、今京橋さんも話されてたバルイベントとかね、はい、そういう街中でいろんな動きが今結構たくさん起こってるんですけど、うん、まあ、そういうところが来年話されていくんかなというふうな、まあ、そんなところかなというふうに思うんですけどね。今年からそういう町おこし的なそういうバルイベントとかが盛んに行われてきてて、うん、でまた来年また増えていくんじゃないかと、ね、はい、森山市ってところがあって、そこはずいぶん前からやってたんですけど、はいはい、まあ、今年大津市とか草津市とかそういうところがそういうことに取り組み出したっていうのが、はい、もうそれはどこもバルイベントで開催されてたんですか。そうですね、バルイベントとか、あと100円商店街とかね、あ、なんかそういう、ま、町おこしの三種の神器と言われるような、まあ、そういう取り組み、はい、結構やってましたね。うん、お客さん の, その配的にはいかがでしたか、今年の反応というか。大津のバルイベントとかはみんなお客さんも喜んでうろうろしてましたね。なるほど。政令指定都市じゃないわ、県庁所在地なんですけどね、大津市は、非常に夜寂しいんですけどね、その日はそれなりに活気が普段にない感じでありましたね。結構若い人たちも参加してっていう感じですか、うん、そうですね、はい。で来年もちょっとそういうことは続けていって続けて開催していこうかなという感じですか。うん、取材行くとお店の方も、そんな風に前向きにね考えてやっていこうという風になってましたんで、まあ、その辺を我々も楽しみにしているところですね。今も結構全国的に普及してますもんね、はい、そのバルイベントとかが。そうですね、うん、まあ単発そのイベント後につなげていかなかったので ね、 そ, うですよね、まあ、そこらでこう僕らもなんか役に立てたらななんてことを思ってます。うん、まあ、あとは琵琶湖という滋賀といえば琵琶湖なんですけどね、はい、これは琵琶湖大津経済新聞に載せたんですけど、ミシガンという観光の船があるんですよね。あそこに足湯ができましてね、はいはい、船の上に船の上にですね、琵琶湖は冬本当寒いんですよ、風が強くて冷たくてね、はい、でどうしても船乗る人口も増えるんです減るんですけども、まあ、そこは大津温泉というのがね滋賀にはあるんですけど、そこの温泉のお湯をですね、はい、タンクローリーで運ん で、 でそれをこう足湯にセッティングして、楽しんでいただくということで、まあ、この間ちょっと見に行ってきたんですけどね、はい、なかなかいいもんでしたね。
足使いながらこうクルージングを楽しむ、ね、そうですそうです、まあ、外にこう雪をいただいた平を見ながらですね、足湯に使って冬の琵琶湖を楽しむことができると。あ、いいですね。まあ、それはもう初めてなんですか、そういうことは。これ初めてらしいですよ。へえ。まあ、全国にこういうね、あの観光船というかあるんですけど、はい、かなり本格的な足湯が設置されてまして、一度に16人までかな。あ、そうなんですね。はい、疲れるんですけどね。ちゃんとした天然の温泉のお湯でね、非常にいいもんでしたね。またぜひ。琵琶湖来られるときは、あ、ぜひぜひ。これすごく気持ちよさそうですね、うん、なかなか気持ちいいです。へえ。他何かニュースとかあったりしますか。うんと個人的に松崎さんの個人的なニュースでもいいですし。ね、僕自身はね、この琵琶湖つけ出し新聞っていうのは今4年目なんですけどね、はい、うちの会社が運営を引き継いで今年なんです、運営を始めたのがね、はい。でその前別の会社さんがやってらっしゃったんですけど、唯一民経グループの中で、琵琶湖というわけのわからん形容詞がついてるのがうちの新聞なんですね。他はみんな安倍の経済新聞とかね、イメージとか京橋とか。あ、そうですよね、エリア名がギュッとなってる、はい、なんでうち琵琶湖がついてるのかな、はい、だからその大津だけではネタがないという、懸念から前の運営者さんが琵琶湖をつけて、はい、今はあの滋賀県の南部ですね、大津市、草津市、森山、安、立東とかいくつかの市を、まあ、エリアにしてるんですが、はい、やっぱこうあのちょっとこううちらがやるには広いんかなと、エリアがでぐっともっとエリアを絞って、はい、来年はちょっと取材やってみたいなというふうに思ってます。なるほど。もっとこうぐっと街に入り込んで、ね、もっとこんなところへ、まあまあそれにはあのもう少し僕らも大津のことね、いろいろ勉強せなあかんし、でこうあの運営をしてあの大津に足しげく通うようになるとですね、やっぱ面白いですよね、町っていうのはね、あのいろんな発見がありますし、まあその辺をちょっとこう追求していきたいなというふうに思ってます。いや、もう来年も楽しみですね。そうですね、より一層地元のニュースが、うん、はい、見られるのかなと。はい、ありがとうございます。他何か言い足りないことがあればぜひ。いや、この際にどんよりとしてどうしようかなみたいなね。またね、あの来年はあの、はい、おもろいニュースいっぱいあの紹介できるように、はい、今年から、まあ、うちやってるとはいえ、あの真剣にやりだしたのはまだ3ヶ月ぐらいなんです。あ、そうなんですね。まあ、そうなんですよ、ね。まあ、それまではちょっとあのうちのスタッフに取材してもらう、ちょっと記事書いといてくれみたいな感じでやってたんですけど、やっぱこうみんな仕事持ちながらやってるんでね、なかなかあの難しかったんですけど、もうちょっと僕は一生懸命やるわということで、まあ、ここ3ヶ月ぐらいかな、ですからまだまだこれからなんですけどね、まあまあその分、はい、あの頑張ってやっていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、琵琶湖大津経済新聞の松崎さんでした。ありがとうございます。その足ができる前だった。あ、前ですか。へえ。行けなかったです。いや、また次回。はい、行きたいです。はい。温泉好きなんで。ぜひぜひ。はい。いや、ちょっとここで、はい、ね、いつも関西ウォーカー TV 今年もあのレギュラー放送で、ね、はい、お送りしてきたんですけど、はい、スタジオ北浜のユーストリームスタジオ、はいはい、いつもお世話になってる、ね、お世話になっている、はい、ちょっと配信のスタッフの田中さんにも来ていただいているので、ぜひぜひ。ね、せっかくお世話になっていただいて、なんか遠征をしていただいてるんですけど、ね、お願いします。田中さん、お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。はい、あの、はい、株式会社ドットコムの、田中と申します。北浜でユーストリームスタジオ北浜の、運営管理をさせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年もね、いろんな関西ウォーカー TV の番組あの、ね、ご協力いただいて配信できまして、いやいや、ありがとうございます。メインはスタジオそうですね、北浜のユーストリームスタジオですよね、はい、出張もしていただいて、ちょこちょこ遠いところまで、はい、今年一番遠いところに行ったの。一番関西を買ってみて、徳島、徳島ありましたね、はい、森さんと、はい、そうですね、半分旅行気分で、は
社内の人間に何を思われてるかみたいな。あの時はもう一泊されたんですか。一泊しました。あ、はい、そうですよね、はい、なかなか楽しい配信でした。ありがとうございます。一番印象に残った、はい、出張ロケとか、まあウォーカーさんの配信は去年からちらほらあったんですけど、あの出てきてるそのゆすりマー用の機材とかも含めて、あの移動しながらの配信っていうのが結構増えてきてるんで、まあ生でやる意味もあるし、なんかそういうのをもうちょっとねうまく配信できる環境とかを作ってやってかなあかんのかなっていうのがちょっと印象に今年は1年。冬はもう大忙しでしたもんね。なんか京都、そうですよね、嵐山、花灯籠も、はい、ですね。なかなかでも去年一昨年かな、はい、花灯籠の時に外出てやったのがちょっと外側がボコボコだったので今年はと意気込んでやったんですけど、まあ京都はとりあえずうまくいけたので一安心ですね。良かったです。良かったですね。またそれはもう来年も来年も継続して、はい、寒いですけど頑張らさせていただきます。田中さん、はい、走りましたよ。それ走りました、神戸マラソン、ね、神戸マラソン、ね、あもう、走らないとは言いました。二度と走らないと。二度と走らないと、はい、機材持ちながらですもんね。いやというかね、膝をどうも言わしてるみたいで、あそうなんですね、2年前ぐらいからで左膝を完全に壊してしまってまして、まあなんかヤブさんとか、はい、その他の方にえらいご迷惑を、ヤブさんとかに申し訳なかったんですけど、とんでもないですよ。無理をお願いしてるんですか。いや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 。スタジオもね、はい、ものすごい今年もあんまり結構休みもなく、ね、イベントがあってもお構いなくでやってたよ。まあ、でもね、なんか定期的にやっぱりずっと続けてやれる番組がユーストリームとしてあるっていうのは大事なことだと思うんで、今後もお付き合いを含めて続けていければと思っておりますので、はい、来年も一発目はちょっとどこだ、何日かちょっと1月8日だったかなってお伺いをしてるはずです。スタジオで年明けすぐ、そうそうっていう感じで年明けみたいな。まあ、全然問題ない。併設してるソフトバンクショップがもう1日から年中無休でもうやること確定しておりますので、はい、それに合わせてスタジオも稼働しますみたいな感じなんで全然問題ない。そうですね、はい、そのスタジオの方なんですけど、北浜のユーストリームスタジオはどなたでも申請さえすればを使うことができる、はいはい、そうですね、弊社のホームページから、申請も出していただけますし、あとフェイスブックページを作ってるのでそちらの方に、まあ、直接ボールに書き込んでいただくか、まあ、ちょっとそれが嫌という方はメッセージを送っていただければ、あと僕も管理人として名前を多分フェイスブック見ていただいたらもう晒してるんで、あ、はい、僕の方に直接メッセージを送っていただいても全然結構なので、はい、それもドットコムの、そうですね、ドットコムのホームページ上に申請フォームが司会者分があって、で Facebook ページも、ユーストリームスタジオプラスで、はい、上がってるのでそこからメッセージ送っていただいてもいいですし、そこに僕の管理人として名前が多分見れるようになってるので僕の方に送ってきてもらってもいいですし、はい、皆さんもぜひユーストリーム北浜のスタジオの方、はい、よろしくお願いします。 誰でも配信が簡単にできますよっていうのを、はい、もう設備は整っていますので、ぜひぜひ関西ウォーカーも来年もガンガン配信、ね、していくんでしょうし、まあ、いつも時間と頑張りましょう。年本頑張って、ね、いろんなイベントを持っていこうと、ね、してますので、頑張って、はい、ではドットコムの田中さんでした、はい、ありがとうございます。はい、あと、はい、機材販売も、はい、受けたまりしておりますので、はい、また何かある場合はお受けしてください。ありがとうございました。ね、そろそろ時間の方も、はい、そうですね、エンディングの時間になってきましたので、はい、もう一度皆さんに登場いただいて、お二人にも、はい、登場いただきまして、はい、
します。全然華やかな。じゃあ皆さんも最後よろしければ、はい、最後もう一度イベントの告知よろしく、はい、ありがとうございます。はい、ではもう一度告知させていただきます、はい、ピッチャーの私たちの、ユーストリーム番組ピッチャーのグッドスパイスが、来年1月の7日に公開生配信されます。こちらですね、大阪中崎町にあるビスクエアにて公開生配信してまして、アフターショーなどもあるので皆さんぜひ遊びに来てください。来てください。待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。告知があるかと。あ、そうですね。あります？さっき言っちゃいましたね。ね、僕もね。はい、みんなの経済新聞の。みんなの経済新聞の。みんなの経済新聞の。はい。はいはいはい。どうぞ。ありがとうございます。何を？はい、ですね。みんなの経済新聞。はいはいはい。関西も。関西も。はい。梅田ナンバー。はい。京橋安倍の神戸琵琶湖大津、はい、片妻姫路忘れてました。姫路忘れてました、はい、姫路です。はい、はい、すっかり忘れてましたけど、はいはい、はい、いつも楽しいニュースを感じてます。いえ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 、はい、ほんまに、まあ今年はちょっと仲間も増えそうかな、うん、ね、ね、分かんないですけどね、増えたらいいですね、はい、はい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 、来年分かるというそうですね。ああ、来年ね、はい、増えたらいいなって思ってるんですけどね。はい、はいはい、関西大川さんと、はい、共同で正しいニュースをどんどんね、世の中に発信したいと思っております。はいはいはい、はい、ということで民系グループ皆さん、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。また来年も関西大川 TV よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんさよなら。さよなら。さよなら。メリークリスマース。メリークリスマース。取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども、彼にかかれば行列のお店になる。徹夜も当たり前、原稿流し込み関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあった